こんばんは、原和夫のニコ生シネマ塾、今日は第3回目です。実はスタート時においてですね、若干ちょっとしたトラブルがありまして、2分ほど、スタートが遅れました。ごめんなさい。もう大丈夫なはずですので、落ち着いて聞いていただければと思います。今日も、じっくり、たっぷり、やっていきます。お付き合いください。今日のゲストはですね、まだ封切ったばかりのですね、私の自由について、シリーズ2015タイトルですが、これの、監督です、西原隆さんです。早速迎えます。よろしくお願いします。どうぞ。忙しいところでもありますが、まずマイクの調節、自分で一番いいところへ持っていってください。はい、大丈夫ですか。はい、はじめまして。よろしくお願いします。じゃあ皆さん、こういうことでやっていきます。よろしくお願いしますね。メインのカメラちょっと振ってくれる。あのずれてるの、右から左。あ、いいやつ、いいやつ、 OKOK です。じゃあ早速ですが、とにかく今忙しいんでしょ、始まったばっかりで。そうですね、結構飛び降りてんじゃないの。この前も大阪行ったり、ね、いろいろ行ったり、はい、どうですか調子は。まあ見ていただいた方はなかなか評判はいいんですけど、ね、お客さんがまあそんなに大ヒット思ったより多くない。まあでも来ていただいてはいるんですけど、ネット見るとすごくなんか皆さんよかったよかったって声がさ、ね、はい、もう爆発的にというイメージがあるけど、うん、観客はまだちょっと厳しい。いや、まあ、厳しいこともないんですけど、うん、言い方が難しいんですけど、僕も劇場で公開するのが初めてぐらいなんで、1回1週間のレイトショーっていうのは昔やったことあるんですけど、うん、長丁場のやつ 1ヶ月とか帯でやってもらうのは初めてなんで、ちょっと、ね、1日何回やってる。アップリンクは1日2回です、ね、2回か、はい、まずまずの出足と、はい、まずまずって言い方よくないか、かなり、観客が来ていただいてるということなんで、はい、ありがとうございます。はい、でね、実はまあ我々この、なんていうかこのニコ生やるときにね、はい、アメリカで有名なその、なんだっけ、アクターズシア、アクターズスタジオあるじゃないですか。はい、あそこでその司会の人が党の質問って、あそこのなんていうか番組の名物ですよね、うん、党の質問をぶつける。でそれをちょっとパクりましてね、我々も党の質問を実は考えてるんです。そうですか。これがね、割とまあ本家本元は割と上品に作ってありますが、うんうんうん、我々はちょっと下品に、なるほど、わいざつに、わいざつですか、いろいろそのプライベートにちょっと踏み込むような内容を考えてありますので、できるだけ率直に答えていただきたいんですが、はい、なんだその質問はっていうことであれば、はい、答えたくないということでも結構ですし、はい、必ずしも本当のことを答えていただかなくても結構です。ただし表情はアップで捉えておりますから、ちょっとでもなんかやらしいところがあればすぐバレるというふうにはなっております。じゃあ早速、はい、今日の質問です。はい、第1番目、はい、これはですね、映像作家として、まあ、まだまだこれからという西原さんですが、はい、夢でいいんですけどね、はい、自分はどのクラスの監督を目指して頑張ってるのって聞かれたら、さてどう答えます。それはもうなんていうか、死んだ後も名前が残るような人にはなりたいなというふうには。世界のトップクラスを目指す思えばそういうふうにやってますよ。おお、はい、いやいいです、結構いいです。いや、そんなにスッと言ってもらえますよ。おっていうのもそれで結構です。はい、2番目、自分は自分の作品の中でどの作品が最高傑作だと思っていますか、今のところ。それはまあ一番最初に作った今公開している私の自由についてが、うん、まあ、今のところは僕の中の最高傑作だと思ってます。自信がありますね。わかりました。はい、3番目です、はい、自分の作品の中でどの作品が失敗作だっていうふうに思います。失敗作は、うん、まあ、一番失敗作っていうか、まあ、言い方難しいんですけど、うん、一番最初の青の光線っていう映画は、うん、まあ、20代の後半に撮ったんですけど、うん、なんか今振り返るともうちょっといろいろできたんじゃないかなっていう後悔もあります。はい、割と正直に今答えてますね。はい、わかりました。じゃあ4番目です、はい、どの作品が最もヒットしましたか。ヒットはですね、今この映画ですか、シリーズの私の自由についてですかね、はい、これが一番今長く上映してもらってるんで、ヒットの予感だ。そうですね、はい、これはわかるわかる。じゃあ、5番目、その逆ですが、はい、どの作品が最もこけましたか。
まあ、その青の光線っていうのはもともと1週間っていう話で、うん、まあ、なんていうんですかね、評判が良ければなんか他でもっていう話ではあったんですけど、なかなか厳しいものがあって1週間のみで終わってしまいました。はい、わかりました。6番目です。はい、ちょっと質問の内容というか質が変わっていきますが、これまでに殺したいと思った人は何人くらいいますか？殺したいと思った人、はい、誰とは聞きません、何人くらい殺意を覚えたことあるかな？ないかな？ないですね。お、はい、そうですか、はい、あんまり人を憎まないタイプですか？そうですね人を憎まないタイプですかね。なんか根に持たないタイプ、うん、そうですね。結構楽観的なのか、あんまり人に興味がないのか、まあ、どっちか分かんないんですけど、うん、あ、そうですか竹を割ったような性格かもしれないですね。え、そう？大事じゃないか。自分でそんなこと言われたらすげえなと思って、まあいいです、はいはい、じゃあ次いきます。7番目です、はい、これがちょっと意味ありな質問ですが、はい、女優と付き合ったことあります？女優さんは今のところはないですね。ないですか？はい、どうしてですか？興味ないですか？いやいや、興味はないことはない。ドラマ撮っててやっぱりなかなか魅力的な女優さんやっぱり出演するってことあるじゃないですか。そうですね。やっぱりこう恋愛感情を持って自然だろうというふうに私なんかは思うんですが、あ、でもそれはおっしゃる通りだと思います、うん、現場でね、いろいろあると思うんですけど、でも今のところ付き合ってことになったことはないですね。うん、ということは惚れるような女優さんじゃなかったってこと？いや、それは言い方もちょっと難しいんですけど、うん、まあ、年がちょっと離れてたってもあるかもしれないですけど。あ、そうか。その出ていただいた女の子たちが、はい、映画業界はね、大島さんも、はい、多いですよね。女優さん、女優と結婚した監督っていっぱいいますよ。はい、で私はその辺のこれしつこく実はいろいろ質問をして、最近出した本の中にみんなその様子が全部記録されてるんです。はい、なんか私はね、すごいそこは興味があってね、はい、監督と女優がその恋愛感情になった場合に、うん、作品を作る上でどういうメリットがあるのかないのかっていうところが気になっててね。なるほど。そういう意味でいろいろ聞いてるんですがなりたいですか？あ、でもなんかカサベデスっていうじゃないですか。カサベデスでジーナ・ローランと、なんかああいうなんかずっと一緒にやってるみたいなのは、なんか、まあ、一ファンとしてはなんか、あの二人はなんか最高のコンビっていうイメージあるよね。いい姿だなと。日本の若手でもそのシオンが神楽坂さんなんとか神楽坂さん、女優さんやってますし、あと若手の監督で石井優也は離婚したばっかりだっけな。まあいろいろあるんですよ。いろいろあるんですよね。羨ましいなと思ったことは。あ、でも女優さんはね、やっぱり皆さん素敵なんで。まあ、まだ独身なんで、今後何があるかは分かんない。そうですかね、はい。まだ結婚してないよ。結婚してないんですよ。ね、はい、そういう人います？今ですか？恋人は。恋人今いないです。いないんですか？はい、じゃあ次の質問がちょっと、微妙ですが、はい、最近いたしたのはいつですか？いたしたのですか？これが一番残酷な質問ですが。いえいえ、いたしたのはいつだっけな？去年の秋ぐらいですかね。もう1年前。1年ではならないか。ちょっと寂しいね。そうですね。今年入ってからはないような。そうですか。気がします。まあ、さらっとしておきましょうか。いつも実は問題ないところですが。はい、じゃあ次いきます。9番目です、はい。この世で最も嫌なこと、嫌いなこと、憎むことは何ですか？さっき憎まないって言ったもんね。誇りですかね。誇り、ダストってこと？どうして？なんか嫌いなんですよ、ね。すぐ掃除かけちゃうんですよ。潔癖症ってわけじゃないんですけど。うん、なんか、床に埃があるとダメなんですよ、ね。ああ、じゃああなたの部屋いつもクリーン。床だけ。机の上とかは、机の上のほこりは大丈夫なんですよ。よくわかんないんですけど。だいたい映画のセットってほこりっぽいもんや。そうですね。それは？あ、そういうのはもちろんいいんです。それは大丈夫なの？はい。なるほど。潔癖症というほどではないんだ。そうですね。はい、わかりました。はい、10番目です、はい。映画監督で食えなくなったら、どんな職業を探しますか？何するんでしょうかね。まあ、父親がなんか牛乳配達のトラックの運転手やってるんで、うん、その仕事をついたりするのかなみたいな。地元は富山県なんで。そうですか。戻るかもみたいな。なるほど。はい、というのが、まあ、まあ、イントロの、はい、との質問です。ありがとうございました。ちょっとリラックスして、はい、でですね、はい、我々は実はね、飲みながらやろうと。いつもね、さっきからすごいワインがあるなと思ってたんですけど。そうでしょ、はい、酔っ払うことは飲みませんだけども、ちょっと舌を滑らかにするためにね。なるほど。グラスが、まあ、人いいやね。行きましょうね。はい、ありがとうございます。私が実はね、ちょっと飲んだ方がね、いいんですよ、ね。ああ、そうです。で、品川宿は伝統的にワインを飲みながら、はい、じゃあ次にしましょう。すみません、じゃあいただきます。
触るもんでいいですか。はい、いや、いいです。私はもう自分でやりますから。はいはい。よいしょ。じゃあ、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。これから本格的に。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、じゃあ、いよいよ本格的にいろいろ聞いていきますね。はい、西原さんの、まあ、履歴みたいなものを見てますと、はい、これでいいかな、入りますか、音もっと近くした方がいいですか、遠い、大丈夫、OK、大丈夫、はいはい、早稲田大学の何学部、はい、文学部なんですけど、文学部ですか、はいはい、そこで卒業したんですか、卒業しました、で大学にいる時に早稲田大学川口芸術校、ですね、厳密に言うと、うん、元々はその富山県出身なんですけど、うん、大学でこっちに来て、うん、で、あ、大学というか、まあ、浪人でこっちに来たんですよね、うん、でその受験というか、まあ、勉強してたんですけど、うん、その時にその早稲田の、うん、もうなくなっちゃったんですけど、うん、川口芸術学校っていう3年間の専門学校ができることを知って、でそこに一浪して入ったんですよ、うん、でそこで3年間まあ、映像の勉強をしてて、でそこからなんか編入できるみたいな枠があったんで、うん、文学部に編入して、うん、で2年間行って卒業して、うん、で大学院もちょっとだけ行ったんですけど、うん、そこは大学院は中退しちゃって、あ、そうですか、みたいな感じです。芸術校の方が先なんですか。そうです、はい、芸術校は何を勉強しました。それはもうドキュメンタリーを中心に、そうです、あるいはドラマを中心にという、まあ、そういう意味の質問ですか、はい、3年間で1年間は本当にドラマもドキュメンタリーもアニメーションもみんな勉強するんですけど、うん、2年からゼミで2つ選ぶんですよ、うん、で僕はそのフィクションとドキュメンタリーを選んで、うん、両方選んだ。そうなんです。2年の時は両方選ぶっていう感じなんです、うん、で3年で1個に絞るっていう、うん、どっち絞った。僕はドキュメンタリーにしました。ドキュメンタリーの関心はその頃からあったんだ。そうですね、もう1年の時に何か是枝監督っているじゃないですか、是枝、うん、監督がその1週間の授業で来てくれたことがあって、うんうん、それまでは全然というか、まあ、ドキュメンタリーにそこまで興味なかったんですけど、うん、その授業が1週間、まあ、是枝さんもそのテレビのドキュメンタリーから出発されて、うん、でそういうなんかドキュメンタリーからそのフィクションに移ったみたいなご自身の話を1週間の集中講義みたいなことをやっていただいて、うん、でそれがすごい面白かったんですよね、うん、授業が。それでまあドキュメンタリーに興味を持って、うん、自分でその10万円ぐらいのミニ DV テープのカメラ買って、昔、うん、でそれでちょっとなんか周りのこと撮影し始めたみたいな感じですね、うん、そうですか、はい、だけど芸術校出て、はい、すぐ、業界に入ったわけじゃないね。そうですね、結構学生の大学に入って、はい、学生が長かったですね。大学にでちゃんと勉強した、はい、それはやっぱり、映画監督になるためには基本的なその教養みたいなことを絶対つけとかなあかんというようなことで。そうですね、ですか、なんか当時は結構まあ生意気だったっていうか、うん、あんまり就職みたいなことを考えてなくて、なんか大学院とか行ってなんかそういう、うん、まさにこんな感じで、うん、なんかその、うん、なんていうんですかね、うーん、そう、就職業界に入るっていうよりかは、まあ、それこそ自主制作で撮って、なんかわかんないですけどピアとかで受賞してみたいな、わかんないですけど、そんなイメージでやってたんですけど、うん、まあ、最初からもう俺は要するに映画監督として、まあ、調子乗っていくみたいな。調子乗ってたんですね。調子乗ってた、いや、そういう意味では調子乗った方がいいとは基本的に思う方なんで、はいはい、それは別に私はこだわらないんですが、はい、で早くその、シリーズのドキュメンタリーに行きたいもので、はい、パンパンと行きますが、はい、映画を撮るために大学にはもうやめちゃおうということで、撮りたい映画に向かってまっしぐらっていうことで大学院をやめちゃうの。そうですね、それでさっきの話で言うと、うん、まあ、ちょっと調子乗ってた時期も25ぐらいになると、うん、まあ、いろいろ現実が見えてくるじゃないですか、うん、なんか、なかなか自主映画とか撮っても一時も通らないみたいな、うんうん、結構時代が続きまして、うんうん、でなんかまあ何ていうんですかね、まあ、ちょっと180度変わって会社に入ってちょっと制作のことを勉強しようみたいなことを思って、うん、25の時に大学院辞めて会社に入りました。で早速しかしはなんか青の光線っていう、これ言ってみれば劇場用のドラマでしょ、はい、というチャンスってはずいぶん早いよね。あ、うん、でもそれもあれなんですよ、その会社で AD やってる時に、まあ、ずっとまあ映画を撮りたいと思ってたんで、うん、まあ、脚本書いて、うん、
でそのなんか興味持ってくれそうな自主映画とか応援してくれそうなプロダクションとか持ってって、うん、それでまあ、予算半々ずつで、まあ、だから僕も半分出資して、はい、それでやらせていただいたっていう感じなんですけど。ごめんね、はい、予算を半分持つからっていうのが一番実は説得力があったのかしら、実現したっていうのは。あ、年齢でまだどこの馬の骨ともわからないじゃないですか、ね。まあ、そうですね、それもあったと思います。あとはまあそこのお願いしたあと会社さん の、 あの俳優さんを、うん、なんていうか一緒にやりませんかみたいなこともあったんで、うん、そこで興味を持ってもらったこともあったと思いますけ ど、はい、それで第1作目というチャンスを自分のものにした。そうですね、はい、ありがたかったです。ちなみにあれはあの作品見ましたが、はい、メイキングのところでいろいろ見てると、はい、6日間で撮ったって書いてあった。あ、そうですね、はい、6日間俺6日間で撮れる自信俺じゃないけどねまあまあそれはいいとして、はい、ちなみにあれ制作でいくら。あれは200万円です。だからあなたが100万出した。そうですね、はあ、しかしよく100万出したね。うちが裕福なの。いや、裕福なわけでは全然ないですけどあのまあ、そうですね、ね、結構その学生時代すごいなんかあのバイトしてたんですよ僕。何のバイト。あの血を売るとか違うってことはないんですけど、なんかそのなんていうんですかね、あ、普通のバイトなんですけど、うん、結構バイトしてて。よくたまんねえや。そうなんですよ、月30万ぐらい稼いでたんですよバイトで。じゃあ優秀じゃん、はい、どんなバイトすればたまるの。まあいろいろ掛け持ちですね。空いた時間はバイトして、なんかまあ今となってはまあいい思い出っていうか、うん、まあ、人生どうだったのかなと思うんですけど、うん、24、5の時だったんで。ああ、よく食べたね。やっぱりなんか映画撮りたい一心でて。あ、でもそれもあったかもしれないですね。大学院のお金 も、うん、もそうだし、あの映画のようにも試したのかもしれないです、うん、はい、ね。一本ずつ丁寧に聞きたいんだけど、さっきも言ったけど、はい、早くそうですね、シーズン映画行きたいんでポンポンと聞いちゃいますが、はいはい、青の光線はやっぱりかなり未熟だよね、見てて正直に言って。で、一つこれ確認しておきたいんだけど、はい、あなたは在日じゃないでしょ。僕はですね、あのおじいちゃんが朝鮮の方なんですよ。おじいちゃんがってことになると、はい、あなたは言うとこのクォーターどうなるの。まあ、そうですね、だから父親とかも帰化してるんで、うん、なんていうんですかね、言い方が難しいんですけど、うん、そういう意味で言うと血はだから大陸っていうか、まあ、向こうの血なんですけど、うん、国籍はもう日本の国籍っていうことなんで。聞いちゃまずかった。あ、全然大丈夫です。いいね、もう全然普通に話してる。だからあの主人公の設定を、まあ、やったのかもしれないですね。はい。あ、そう。この映画に対する批判とか批評は、まあ、後回しにして、はい、ただこれがさっきも党の質問の中で聞いたけど、興行的には当たらなかった。作品的にも後で思うといろいろまあ。反省するところがあったと。処女作だもんね、はい、それはそういうふうにあって当然だもんね。ということでさらっととりあえず今済まして、はい、でそれがありました、はい、それからテレビの会社に就職するの。あ、テレビの会社に就職しつ つ, つ, つこの青の光線をドラマ撮れたの。撮れた、頑張って6日間休んで撮ったっていう。あ、珍しいね。珍しいですね。というよりやり手なんだ、いい意味で。まあそうですね。だってそうじゃん、はい、ね、なんか今思えばその劇映画好きな、いや、そうです、ね、撮りたい劇画を撮っちゃうっていうのは、そうですね、やり手というかなんか ずるいんだと思いますね。なんか衣装とか勝手にそこの会社に応じたりしたんで。ああ、それだけタフなんだ。それはでもすごいもんな。おすごい、いいことだよね。で、一本撮り終えて、はい、これはドラマ、はい、なぜしかし処女作がだよ、ドラマになったの。ドキュメンタリーじゃなくて、そうですね、うん、なんでまあ今もなんですけど、まあ、両方やっていきたいっていう思いはあって、うん、あ、今そう思ってるわけ、はい、はい、で、そうなんです、はい、うん、で、なんかたまたまそのドキュメンタリーの題材というよりも書いた脚本を興味持ってくれた方がいたんで、うん、っていうことですかね、はい、それがたまたまうまく、うん、うまくいったってことですね、はい、OK、わかりました。で、2011年に、まあ、主要作ドラマで、まあ、デビューをしました、はい、残念ながら当たらなかったそうです、ね、非常はあまり良くなかったでいろいろ反省したと、はい、でまあ、テレビの仕事も、まあ、どんどんやっぱりやっていかなくちゃいけないということで、情熱大陸が3本、ね、ノンフィックスが1本、はいはい、割とコンスタントにのドラマのディレクターとして実績を積んでいってるよね。そうですね、はい、なんかその会社がその芸能事務所の子会社でなんか映像制作ってやってるって変わった会社なんですけど、うん、でそこにその、ドキュメンタリーをすごいメインでやってるあの変わったプロデューサーの人がいて、うん、まあ、その人に、まあ、あの可愛がっていただいてっていうか仕事もらえるようになって、うん、でその人がもう昔からその情熱大陸をずっとやってたから、
なんか西原君やってみろよみたいなことで、まあ、やってみろと やらせていただいてるって感じですね、はい、これもまあ1本ずつ、私2本だけ見ました。ああそうですか。池松壮亮、ありがとうございます。歌手の西内まりや編、ありがとうございます。でこれはまああまり深読みはできませんが、はい、簡単に言ってこういうなんていうか情熱大陸みたいな、言ってみればなんていうんだろ こう枠があるじゃないですか、シーズンって、はい、枠があるっていうことがやりいいですか、うん、やりにくいですか。まあやりいいと言われるとまあ難しいところですよね。やっぱりその時間もありますし、その番組 の, そのフォーマットもありますし、あのそれに乗っかっちゃえばまあある意味楽なのかもしれないですけど、なんかそこでなんか自分を捨ててるような部分もやっぱり感じるところもあるんで、ただまあその やりがいはないことはもちろんなくて、まあ僕も生活していかなきゃいけないし一生懸命やらせていただいてるんですけど、なんかそうたまになんかずれというか、あの気持ち悪いなって感じる時とかはまあもちろんありますね、はい、でもやってる時はこれはこれですごく面白いです、はい、やってたのかな。そうですね、やっぱりもうテレビで日曜日の有名な番組ではあるんで昔からやってる、うん、この4つのうちどれが自信作。そうですね、まあでも一番最近やった岩屋さんっていう、なんかじゃあこれ見とけよ、これ見とけよ、時間ええすみません、なんかあの風船、あの、宇宙の写真を撮るって人なんですけど、風船にちっちゃいこういうこれぐらいの GoPro、GoPro とかあるじゃないですか、 GoPro とかくっつけてボンと飛ばして3万メートルぐらいまで上がるんですよ風船が、でそれであの写真撮って、それで割れるじゃないですか、で割れた風船、あ割れたカメラを回収して、それでその何ですかその映像を写真を、GoPro にどんな映像が映ってんやろうかなっていう、そうですで戻ってきたから確認するみたいな、どんな映像が映ってるの見とかよかったなそれもでも本当にあの宇宙のくっきり、あの成層圏の上なんで綺麗な、それはなんか面白そうやね、はい、青い宇宙が映ってるっていう、ね、それを見とかよかった、OK、じゃあちょっと先に進みます、はい、でいよいよ、私の自由についてに近づいてきますよね、はい、で、私の自由についてシリーズ2015年の、はい、最初の出会いきっかけは、最初の出会いはそれまで僕あのデモって行ったことなかったんですけど、なんかその去年のその春にその仕事 の,、あのテレビの仕事がすごい暇になった時期がありまして、それでそのまあちょっとリサーチというか、まあフリーで今もやってるんで自分の企画でってことでいろいろリサーチしてる中で、たまたまその彼ら の, そのシールズの前のサスプルっていう特定秘密保護に反対する団体っていうのがあって、まあその流れからシールズが結成されたんですけど中心メンバーが、でそのサスプルの動画をたまたまその YouTube で見つけて、それはもう本当に市民のカメラマンの人が彼らのデモを撮ってるっていうやつだったんですけど、なんかそれを見た時にまあ、なんか衝撃というか、衝撃、なんかその今までデモとか行ったことなかったんですけど、あこれだったらなんか俺も加われそうじゃないですけど、あとはまあなんか自分の友達がやってるような感覚があって、でも 実年齢から言うともう全然10個ぐらい下です、人たちうんと若い、ね、はい、5、6歳ぐらい若い、いやもう10個ぐらいです、ね、10個ぐらい違う、はい、20代前半なんで、そうそう同じ世代っていうふうに言えないよね、そうですね、なんですけどなんか親近感は勝手に持って、あ思っちゃったんだ、はい、でなんかまあ僕もそのなんていうんですかね、そのなんていうんだろうな、そのまあ安倍さんは辞めてもらった方がいいんじゃないかなみたいなふうに思う、まあ個人的には思ってるんで、そういうふうな、まあそういうふうな、もちろんそれだけじゃないんですけど、今の日本に対しておかしいことはおかしいっていう路上で言うっていうのをやってる姿っていうのがなんかすごい清々しく思いまして、それでまあまあ、なんていうかな、彼らのことだから映画にするとかよりもちょっと撮ってみたいなと思って最初メール送ったんですよ、あのホームページから、そしたらまあ無視されまして、返事が来なくて、それであれって思ってたんですけど、それでまあ5月の14日ぐらいに安倍さんがその安保法案を閣議決定しますっていう日にツイッター見たら、そのシールズが緊急であのデモやりますっていうのを見つけて、それであのカメラ借りて、あの会いに行ったっていうのがスタートです。で行った最初の現場っていうのが、まあ、あの国会議事堂の前の、そうあの一番最初の映画で使ってるあの、あれはちなみに首相官邸の前なんですけど、ちょっと場所微妙に離れてるところなんですけど、ね、はい、国会前でちょっと確認しておきたいんだけども、はい、なんだっけ、社会学者の、小熊英二さん、はい、あの人の首相官邸の前に出て作品あるじゃない、その存在は知ってた、あその存在は知ってました、知ってた、アップリンクでやってる人見てた、見てました、あということはその題材と被るところあったみたいなことは分かってはいたんだ分か
あ、でもあれです、あの撮影始めた時は知りませんでした、うん、はい、いつぐらい知るの、撮影始まって、あの多分6月7月ぐらいに、うん、多分小熊さんの映画アップリンクでやり始めるんですけど、うん、それの時はもう知ってましたね、うん、で、あ、そういう映画もあるんだと思って、うん、でも逆にあの去年の秋ぐらいに、小熊さんの映画アップリンクで見て、あの映画 もう自主映画でやってるんで、うん、僕の映画も実写映画だから、うん、まあ、こんな感じでアップリンクだったらもしかしたら上映してくれるかもじゃないですけど、うん、それでなんかアップリンクさんにお願いしたっていうのはありますけどね、うん、あるよね、はい、で奥間さんの首相官邸の前でっていう作品を見て、はい、どういうふうな感想を持ったんですか。奥間さんの映画、まあ、この前トークのゲストも来ていただいたんですけど、うん、奥間さんの映画はあれですよね、その YouTube とか、うん、まあ、あの菅さんのインタビューとかも全部いろんな人が撮ってる映像を集めてっていう作り方、はいはい、なんかそれはなんか、うん、なんつうんですかね、新しいっていうかなんか、うん、でもなんかきっと奥間さんにとっては、うん、映画は映画なんですけど、うん、なんかその普段やられてるような文章を書くようなことの延長線上なのかなっていうふうには思ったんですよね、うん、なんかいろんな例えば文章書くもいろんな過去の論文とか引用して、うん、自分の文章を組み立てるわけじゃないですか、うん、なんか小熊さんの映画もそのいろんな人の映像をこう自分の中に咀嚼して作ってる映画だから、なんか映画という、うん、難しいなとも思いましたけどね、ある種の社会運動の一つの試みとして、はい、そういう意味を持った映画だっていうような解釈ってことなのかしら、そうですね、まあ、社会、そうですね、まあ、ただ小熊さんもなんかそのあの時のことを、うん、その記録してこと、まあ、形として残すことに意味があるっていうふうに思ったんで作ったっていうふうにおっしゃってたんで、うん、そうですか、そうですね、作品そのものの印象と面白いなとか、だってあなたがあのシールズの連中にカメラを向けようとする、はい、その映像の質とさ、彼が集めた映像の質って基本的には似てるじゃん、うん、似てるっていうことに対するなんていうのかな、作り手としてのなんか意地、同じような映像俺は撮らないぞとかこんな映像よりもっと素晴らしい映像を撮ってみるからなんかすごくそのことを今日実は聞いてみたら、あ、なるほど、どういうふうな意識をしたのかしなかったのか、あ、でも小熊さんの映画見た時はほぼほぼ映画撮影終わってたんですよ。もう終わってたの、はいはい、だからそこ小熊さんの映像にあの影響を受けたってことはないんですけど、ただまあ、うん、もちろんその脱原発のデモでやってたその YouTube に上がってたまあ無数の映像はもう僕ももちろんチェックしましたし、だからなんていうんですかね、そういうまあもちろんそういう映像とはあの僕はもちろん違うものは撮りたいなというふうに思ってました。で違うっていうのは何かっていうと、やっぱりそのシールズっていうの皆さんにどれだけそのなんていうんですかね、まあ近くにいるっていうか、その人間一人一人が見えるように撮りたいなというふうには思ってましたけど、はい、あなた あのパンフレットの前書きに監督の言葉って、はいはい、あの紹介されていて、はい、最初は記録しとこうと思ったと、 そうですね、それが少しずつこう作品という形を撮ろうというふうに気持ちが少しずつこう定まったっていうふうなことを書いてらっしゃった、はい、どのあたりからその要するに自分の作品として勝負をしようっていうふうな気持ちが固まってきたわけですか。結構あとっちゃ後で、そうなんですよ、5月から始めたんですけど、うん、最初その2ヶ月で法案は成立するっていうふうに言われてたんですよ、うん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 、まあ、ちょっと細かい話なんですけど、うん、ただまあその反対の声もあって、うんうんうん、国会が9月末まで延びたんですよ、うん、でその時に7月の末ぐらいに、うん、まあ、シールズのメンバーもあと2ヶ月デモやるのかみたいな感じがあって、うん、でその7月のデモの最後の、結構集まってデモの日があって、うん、その時にそのメンバーの子がそのデモを来てくれて 帰る人になんかその音楽をかけて、そのありがとうございましたみたいな、来ていただいてありがとうございましたみたいなのをやってたんですよ。なんかそれを見た時に、なんていうんですかね、その政治参加って結構なんていうんですか、ハードルが今まで、まあ、僕も含めてですけど、政治のことはなんか政治家に任せておけばいいみたいな考えがあったかと思うんですけど、なんかそれを見た時にその政治と日常っていうのが全然離れてなくて、その自分の日常を良くしたいから政治にも参加するし、その逆もしかりだしみたいなことを彼らの中にあるのかなと思って、でそれまではそのデモとミーティングぐらいしか撮ってなかったんですけど、一人一人の話を聞いてみたいなっていうふうに思って、そこからはあの映画にしようっていうふうに思いましたね、はい、一番最初にメールを書いた時に返事も来なかった、はいはい、でもまあ現場に行ってみようと思った、はい、現場に行くとまあ一人一人まあ挨拶みたいなことするでしょ、そうですね、
挨拶をすると向こうもじゃあどうぞどうぞって言って心よく受け入れてくれたわけ。それがですね、最初だからそのあれなんですよ、14日の日にその、うん、その時は全然知らなかったんですけど、奥田君っていう、まあ、映画でもよく取り上げてた奥田君に話しかけて、うん、まあ、こういうあれでメール送ったものでみたいな話したら、うん、まあ、メールは見てくれてて、うん、それでまあなんかこういう、まあ、見た情報とちょっと興味あるんで自主映画っていう感じなんですけど撮らせてくださいみたいな話をして、うん、でそれで別れたんですけど、3日後ぐらいにそれメールが来て、うん、ミーティング撮影しに来ませんかみたいな、うん、して行ったらなんかその奥田君以外の人は僕のことをもちろん知らないわけですよ、うん、そしたらなんか僕のこと最初スパイだと思ってたらしくてスパイって公安的に公安が来たぞみたいな。他に見えるのか見えないよね。まあいいや、それでなんかその、 あの大事なことは喋んない方がいいんじゃないかみたいな雰囲気あったらしいんですけど、うん、途中でまあ奥田君が、うん、だいたい大丈夫だからみたいな話をしてくれてただまあ遅れてくる子とかもいて、うん、で遅れてくる子にこうカメラ回すと、うん、誰ですかみたいなことはもちろん、うん、最初のありましたけど、彼らが認めてくれるまで、ね、ですね。で一旦認めてくれたらあとはもうものすごく協力的、まあそうですね、あの結構あの、まあ、彼らの結構その何ですかね、サスプルの時から PV とかを作って、うん、その YouTube にアップしたりもしてて、自分たちで、はい、だからその撮り撮られるみたいなのがすごい、うん、あの今の若い子特有だと思うんですけど、うん、慣れてるっていうか、映像を自分たちも作る、まあ、で撮られる、カメラを回すこと行為全体がもう慣れてるんだ、うん、あるなと思います、まあ、それこそ iPhone とかで今、ね、パッと撮れるわけじゃないですか、うんうんうん、だからそれはだからあのそういう意味で言うと関係性を築く上でカメラを向けてもそんなにそのなんていうんですかね、うん、まあ、拒否されないっていうのは一個ありましたけど、そうなんだ。でね、はい、もう少し詳しく聞く前にね、はい、実は私この北島純法っていう雑誌でね、はい、こう読む映画ってこのシリーズ実はあのこれで終わりなんだって、あ、そうなんですか、リニューアルするらしいんだよねこのコーナーが。最後にありがとうございます。で私このあなたの映画を取り上げて、割と自分としては素直な気持ちを自分としては書いたのね、はい、一つはね、はい、あの1回目見終わった後ね、はい、あまりにも構成がシンプルなんで、はい、脳がねえじゃねえかっていうふうにちょっと悪口風に思ったの、はい、だけどね、ちょっと待ってよって考えて、そうするとこのシンプルな構成そのものがね、あの実にその彼らの気持ちがよく現れてるっていうの、うん、作家ってやっぱり欲があるからさ、うん、構成に凝るとかね、うん、もっと深くこう掘り下げてっていうようなところで作家に欲が出ると、はい、そういうところが逆にこう抑制されてるというふうに俺はあの見直したわけ、自分の見方を。でそういうふうに思ってみると、実によくそのシールズの若い子たちの気持ちがこう画面からこう伝わってくると、うん、ということを作り手がちゃんと分かっててね、うん、作家エゴイズムっていうか、うん、作家主義的な、うん、なんていうか作り方をね抑えたんだっていう風な理解をしたものがこういう風に書いたわけよ。 ありがとうございます、はい、どうなのかしら。いや、あのすごいこれ読ませていただいた時に最初、うん、あなんかすごいディスられるのかなと思ったんですけど、えあのなんていうんですか、けなされるのかなと思ったんですけど、でもなんかあの嬉しかったです。嬉しかったっていうのは、うん、なんか僕も今おっしゃっていただいたみたいに、うんうん、その今撮ってこれだけ撮った素材を使って、うん、まあ、いくらでもそのなんていうんですかね、安倍さんとか自民党とか今の問題点をあの糾弾するような構成には多分できたと思うんですよ。いくらでも作りはあるもんね、はい、普段テレビの仕事もやってますし、うん、なんですけど、うん、あのやっぱり彼らのことを一番最初に興味持ったのは、うん、なんか面白いやつがいるなっていうふうに思ったんですよ、うん、一人一人の個性ね、はいはい、うんうん、そこが一番最初の出発点だったんで、うん、だからもうその彼らの、うん、まあ、魅力って言ったらあれなんですけど、うん、そこをあのどうあの映画の中に残していくかっていうのを編集では考えてたので、うんうん、だからそのそう言っていただいてすごい、うん、あの腑に落ちますし、うん、僕も悩んだとこだったんで、そのどういうふうに構成するかっていうのは、うんうん、すごいそう、あのそういうふうに見ていただいて嬉しかったですけど。そうですか、はい、その構成ということで言うとどのあたりぐらいから、腹をくくった、つまり割と本当に割とシンプルにシンプルにということを心がけているように見えるわけで、ね、それはいい意味で、はい、それはどのぐらいから意識したんですか。構成、つまり撮影が終わって、はい、さあ構成をどうしようかっていう段階で、はい、その意識を前面に出したのか、割ともう後半だったらこういう構成でいけるなっていうふうに考えたのか。編集始めたのはその9月に法案が通ってそれからなんですよ、うん、もちろんその撮ってきた素材を毎日見返したんですけど、うん、なんでそのまあ、その見返す中でなんかこれは逆にその構成ものじゃなくてシンプルに時系列でつないでいった方がいいだろうみたいな直感はあったんで、その9月編集始めた段階でそういうふうには思ってました。
シンプルにやってくる。じゃあ私のこの私が受けたこの感じっていうのはかなり当たってるよね。当たってます。当たってます。ねえ。はい、で中でね、私あの何度もその感動してっていうか、彼らのこう主張を見てるとさ、画面からやっぱり彼らの気持ちが伝わってくるじゃん。でこっちもやっぱり感動しちゃうよね。で思わずこう涙がこう出そうになるっていう場面がいくつも実はあるわけよね。その中で一番あの感動しちゃうのが、男の子より女の子だよね。それは俺の男だからかってなんないけど、ね、でその女の子は初めてスピーチするなんていうのは、そのスピーチの内容の頭からケツまで、もう本当に丁寧に最初から最後まできちんとこう、あの記録しておくんだっていう風な描き方じゃん。それは割と意識してそうしたんだよ ね、 そうですね、映画もだから今165分あって、長いんですよ。長いよ。でも長さが必要だもんね。そうなんです、はい、あのだから最初あの自分で、まあ、ラッシュみたいなの作った時に、あの、まあ、ラッシュというか、まあ、これである程度形になったなと思って3時間10分ぐらいあって、ガチャガチャみたいな、さすがに自分も長いなと思って、やっぱりまあ2時間ぐらいに収めた方がいいのかなという思いもあったんで、1回90分バージョンっていうのを作ったんですよ。誰も見せてないんですけど、それをやった時に、それ一人で見た時にそれがめっちゃつまんなかったんですよ。でそれが何でつまんなかったかっていうと、その今原さんおっしゃってたみたいに、いただいたみたいに、そのスピーチ の、 あの考えてる間だったり、言葉のそのすごい塞ぎ込んでるっていうか、な考えあなんですかね、詰まってるその息遣いだったりをテレビの編集だと間つまんじゃうんですけど、そういうのをまあやっちゃって尺をちょっと短くしちゃったんですけど、それだとすごいなんかあそこに立ってる彼のジョラの言葉の力みたいなのがすごい逃げちゃうなっていうふうに思って、だからそのスピーチはなるべく、ノーカットっていうか切らないで、あ実によく分かる。それが成功してるんだと思う。よかったです、それでそうですね、こんな長さになっちゃったんですけど、ね、やっぱりちゃんと長いところがね、長く使ってるところがやっぱり見ててね、思わずこっちもこう涙こう涙腺刺激されるっていうところなんだよね、やっぱり映像の力が、そういうところにきちんとこう現れてくるっていうか、それがやっぱりうまい形で、込められてるからこそこちらもやっぱ感動するんだと思うし、その狙いは当たってんじゃないかって気がするな、俺は。僕も結構だからパソコンで編集してる時に気持ち悪いんですけど、何回か泣きそうになってて、あそうなんでこれすごいな、作り手がやっぱりそういう感情になるっていうのはすごい幸せだよね。なんでこれは切らない方がいいだろうっていうふうに思って、まあスピーチは長めに、はい、そうなんだ。それでちょっと技術的なこと聞いておきたいんだけども、これは現場で一人で回してる。そうですね、基本的にはあの頭の方で渋谷のハチ公の前で凱旋やってるシーンがあると、あそこだけあの山本君っていうカメラマンの子に応援来てもらったんですけど、ドラマで組んでるカメラマン、ね、そうですそうです、はい、山本君に来てもらったんですけど、基本はあとはあの、まあ、自主制作なんで、一人であの、まあ、そこ今使われてるようなこのカメラだよね、NX3 このタイプのカメラ、ですね、それが今 HDV って書いてあるんで、それの今カード式の収録のやつがあってだよね、はい、SD カード、4K、 これは 4K じゃないけど、はい、4K ではないんですけど、 4K の一つ前だ。そうですね、 HD フル HD このタイプのカメラだよね。そうです、ですでマイクはどうした。マイクはもうカメラのマイクです。内蔵マイク、おまけのマイクじゃなくて、あの外付けにちょっといい、あのガンマイクはつけてます。つけてね、はい、でかなり音がやっぱり重要だもんね、ドキュメンタリーって。それは割とまあ結果的に言うとかなりクリアに音が聞こえてるので、ちゃんとで 音だけ音はやっぱりかなり意識して丁寧に撮らなくちゃっていうことはあったわけよね。そうですね、やっぱりね、はい、あとまあ静音の時とかすごい何回もやり直しが、はい、あそうなんだ。で一応またこれもあの確認の質問なんだけども、はい、ダメ押しの質問なんですけど、はい、まあ、彼らをずっと追っていくと、一人一人の個性がだんだん見えてきたなっていう感じすると思うんだ、はい、で普通ならよ、この、まあ、奥田君なら奥田君の家族に、はい、親に会って聞いてみるとかさ、大学の友達に奥田君ってどういう人物って聞いてみるとかさ、っていうふうに作り手っていろいろやっぱりあの手この手でさ、あの表現の内容をまあ豊かにしようということでなんだけど、そういうふうに考えるもんじゃない。それは考えなかった。そうですね、まあメンバーの一人だけその家にお邪魔させてもらったっていうのはあるんですけど、あの牛田君っていう眼鏡かけてる子、黒縁の、そうですそうです、あのラップの上手な子だ。はい、あのブルーシートっていうバンドで、バンド活動もやってるような子なんですけど、
その子の家に行った以外は、あ、そうですね、あとは基本はもう学校の授業とかもそんな撮影してないですし、うん、そう、理由は何ですかね。いらないと思った、まあ話はなんかその辺の道端で聞いてたりはしてるかとかもあるんで、うん、なんですかね、うん、なんかそんなにプライベートを映すところにちょっとなんか気持ちが向かなかったっていうのは、あるかもしれないですね。例えばなせっかく C 家族が来てんだからさ、C 家族にカメラ向けてね、あ、まあ、シールズの、ね、シールズの人どう思います、うん、みたいなことをやりがちだけど、やってないからさ、やってないことの方が私はいいやなと思うんだけども、うん、そういうふうにやってみようっていうふうにはあまり思わなかった。そうですね、うん、だからあの途中まではいわゆるスタイルで言うと、うん、その極力そのダイレクトシネマでやろうっていうふうに思ってたんですよ、うん、そのインタビューも挟まないで、うん、まあ、ナレーションはもともと音楽も入れないだろうっていう、うん、なんとなくの想像はあったんですけど、うん、ふうにやっててたんで、うん、まあ、途中途中でだからそのこちんこちん撮ろうと思ってからはそのインタビューあのなんつうのカメラ回しながらインタビューもやるようにはしたんですけど、うん、だからその辺の最初の直感を、うん、信じたってところはあるかもしれないですね、うん、はい、なるほどね。あ、今ダイレクトシネマって言葉が出たけども、はい、ダイレクトシネマということに対する意識はかなりあったんだ。そうですね、なんか意識はしてましたからね。そうですか、はい、うん、これ途中からあれ撮られてる彼ら、はい、がカメラに対して、なんか注文とかなんか要求とかいうのを出したこと出してくるようになったってことはないんですか。ああ中結構注文はないかもしれないですね。注文はないんですけど、うん、例えば映画では結局使わなかったんですけど、うん、彼らがその頑張って新聞に広告を出せる時、うん、タイミングがあって、うんうん、それを新聞明日新聞出るって時に、うん、なんかそのメンバーのことをじゃあちょっとその新聞を読んでるシーンをカフェで撮ろうかみたいなことで、うん、カフェで撮ったりもして、あ、なんかすごいいい新聞出たね記事みたいな、うん、まあちょっとなんかフィクションっぽいんですけど、うん、そういうのもちょっとやってみたりはしてたんで、だからある種のなんか後半の方はなんか共同作業じゃないですけど、うん、向こうもなんか僕の映画のことを受け入れてくれたっていうか、 それはなんかあったかな、そういう風に感じるんだよね、うん、見てて。あなたにだけはなんか自分たちの、まあ、仲間っていうか、うん、自分たちのことを撮ってくれてるっていう、こう、うん、メンバー意識みたいなのがね、うん、なんか出来上がってるなっていう感じは受けるよね、うん、見てて、はい、とても幸せな関係だよ ね、 そ、 ね、それはね、うんうん、それでこれは今102時間何分だっけ。2時間45分2時間45分早かったんだけどでこれはあれタイトルの中に監督、はい、撮影、はい、編集、はい、制作って入ってる、はい、これも制作費いくらぐらい実はこれかかってるの。制作費はですね、あ、でも制作費自体はもう本当に僕の1日 4,000 円で借りるカメラのお金と思い、今買ってないのこれ、買えばよかったなと思ってるんですよ、ね、え、あ、このカメラ買ってないんだ。完全にこれ失敗したなと思ってるんですけど、レンタルで払って、レンタルで払っちゃってもこれ最終的に30万ぐらい払ったの。いや、でももっと払ってると思うんです。買った方が良かったね。10万円ぐらい損してるんですよ。ああ、そうなんだ。そう。そうです。まあ、それとあとはまあ僕の一人でやってるんで、それぐらいで、だから制作純制作費的には多分、撮影はそんな100万円も多分かかってないと思うんですよ。チップだけだからね。ただまあ仕上げとかカラコレやってもらったり、その MA はさすがに自分では無理なんで、うん、そういうのでまあ。まあ、お金4,50とかかかってるのかなって感じですけど、ね、はい、あ、そうなんだ。でこの作品に関してのあなたのあくまでも基本的な姿勢というのは、はい、つまり作品として、作家の映画というよりもできるだけ早くこう公開して、うん、早く皆さん みんなに見てもらってという、言ってみればできるだけなんていうかこういうことが起きてるっていうことを皆さんに知ってもらうっていうことを第一義にしたっていう印象を受けるけれども、それはそうだよね、多分。そうですね、まあ、公開のタイミングは去年のその段階でもシールズが、うん、まあ、7月の参院選挙で解散して、うん、まあ、それまではまあいかにこう投票率を上げるかっていうか選挙を盛り上げるかみたいな活動をして最後解散するっていうのは聞いてたんで、うん、なんかまあ、映画をそういうふうに使う意味ではないんですけど、うん、まあ、この映画がその選挙とかそういう一つの盛り上がりの一つになればいいなっていう考えはもちろんあったんで、うんうんうん、まあ、今ぐらいの時期から上映したいなっていうふうには思ってましたけど、ね、
アップリンクは割と簡単に上映してあげていいよって言ってくれたんだ。もともとそのお願いした方が、うん、あの試写とかお願いしててちょっと、うん、あの知ってた方だったんで、うん、まあ、リンク送ったら、まあ、興味持ってくれて、うん、あのやっていただけることになりましたね、うん、はい、これ完成して、はい、完成したらできるだけ急いで捉えた人にも見てもらってというふうに、まあ、作り手はある意味手続き的には必ず被写体になった人に見せることやるでしょ、はい、当然やったよね。そうです、シールズの子たちには、ね、はい、どうでした皆さん。なんかあの言い方悪いんです、言い方悪いっていうか、なんか素直だなと思ったのは、なんかすごい、うん、すごい長いホームビデオを見てるようだったって言われて、うん、褒めたんか結局分からないですけど、ホームビデオのようだって、うん、なんかだからある意味僕はなんか、まあ、嬉しかったというか、だからまあ、うん、多分そのテレビだとかだと、うん、なんかその若い兄ちゃん、うん、姉ちゃんがなんか国会前で、うん、ラップ調のリズムでどんちゃんやってるみたいな、うん、なんかステレオタイプのイメージがもしかしたらあるかもしれないんですけど、うん、僕はもう彼らはすごい勉強もしてるし、うん、ある種一個の目的意識を持って、うん、今のその学生っていう、まあ、いろんな可能性がある中で、うん、こういう社会運動をやってるっていうのは、うん、まあ、重々分かったってやったので、うん、だからそういう彼らの本当の素顔なんて映んないとは思うんですけど、うん、なんていうかな、僕が見えてる彼らの普段の表情みたいなのは、うん、あの映画に残したいなというふうに思ってましたけど、ね、はい、うん、でね、実は今日本当に私はあの学生職にも直接聞きたかったという思いがあるんだけれど、あ、はい、まあ、忙しいよね彼らも、だからあんまりその無理は言えないんですけど、はい、だからあなたが知ってれば彼らに代わって答えてもらいたいなって気持ちがちょっとするんだけどね、はい、俺実は一番聞きたかったことはね、うん、奥田君の、うん、民主主義というようなものをね、うんうん、彼が直接言ったか何かで見たか、うんうん、活字を読んだか、それはちょっと私の中ではっきりしないんだけれどもね、うんうん、すごく印象に残っている言葉があって、はい、僕たち受け取っちゃったんですよねっていう表現があるの、うんうん、受け取っちゃったって何をっていうか、戦後民主主義を何て言うかな、は一体今の若い連中にとってお前たちどう思う、どうしてくれるんだっていうようなメッセージをね、受け取っちゃったんだよって、そういうふうに私は解釈してるんだよね。受け取っちゃったんだよという彼ら、今の彼らの考え方っていうのは、このことは知ってます？そうですね、もう結構メンバーの子たちはみんなこんな感じ、みんなこんな感じですね。なんかそのあの なんて言うんですかね、その、うん、まあ、僕よりも10個ぐらい下の皆さんなんですけど、うんうん、結構その最近僕もようやく分析をし始めていて、彼らのことを、うん、分析をし始めていて、奥田君の、あ、まあ、奥田君というか、まあ、シールズのみんなの、あ、みんなの、うん、なんかその奥田君とかは、例えば奥田君とかは、うん、大学1年の時に入学式の直前に311があって、うん、入学式が伸びちゃったりしてるんですよ、うん、でそのボランティアとかにも行ってるし、でさらに言うとそのアメリカ の911 の, そのワールドトレードセンターの事件が小学校ぐらいの時に見てて、なんかそのなんかこの世界やばいかもみたいな漠然とした不安みたいのはすごい今の若い子たちすごい感じてるみたいなんですよ、まあ、僕も含めてそうなのかもしれないですけど、でその時にそのなんか自分がその学生としてなんかおかしいと思った時はおかしいと思って声を上げたいみたいな、うん、そういうなんか共通意識みたいなのはあって、うん、その受け取っちゃったっていうのはなんかまあ、うん、どういうきっかけかはちょっと僕も分かんないんですけど、うんうん、ただまあ例えばその、大学の授業で見たキング牧師のスピーチとか、うん、なんかそれこそ丸山正夫の本とか、うん、そういうのをなんか勝手にとか読んで、うん、自分の中で咀嚼して、うん、これはなんか俺の問題だみたいなことを思う感覚っていうのはすごいなんか あるんですよね、うん、だからなんか直接的なあの人があの時言った言葉っていうようなことじゃなくて、うん、もっとトータル関連的にそ、ね、その問題意識が彼の中に自然にこう、うん、なんか伝わっていったっていう、そういう感じですかね、まあ、僕が思う彼らですけど、それは他の子もほとんど共有できてるような感覚みたいな感じですよ、ね、結構だからなんでやってんのって聞くと、うん、そのまあ、もちろん自分の未来もそうだし日本も良くしたいんだけど、うん、結構その自分の子供の未来を良くしたいみたいなことを言うんですよ。
女の子から言い出したのかな、最初なんか映画見てると。そうなんですよ ね。だからその自分がその生きていく世界もそうなんだけど、その自分の次の世代もまあ同じこの島国で生きていかなきゃいけないし、その彼らにとってより良い社会を作りたいみたいな漠然としたなんかまああの気持ちみたいなのがきっとあって、そのためになんかシールズとかそういう社会運動をやってるみたいなことは結構いろんな子から聞く話ではあるんで、だから逆に言うとそういう子がなんか偶然集まっちゃってるみたいな感じもあるのかもしれない。偶然っていうか、まあそういうアンテナっていうか、キャッチして集まったんだよね、自分の意思で集まったんだもんね、あの子たち。それはそういうふうに思うな。それともう一つ、はい、あの聞いて おかないといけないのは、はい、参院選がいつあるか分からないんだけれども、はい、参院選が終わったらシールズは解散するという宣言をもう彼らはしてるんでしょ。 そうですね、はい、それはもう変わってない、今日現在まだ変わってないと思います、僕が知る限り。ということはやっぱりちゃんと解散するんだ。そうですね、だから彼らがそのもともとそのまああの去年始まった段階でも、うん、結構その、まあ、立憲主義とか、うん、そういう憲法の大切さを守るために、うん、今 その自民党が出している改憲草案を、うん、まあ、なんとか阻止っていうか阻止したいっていう、うん、まあ、大きな目標があって、うん、だから、まあ、去年の段階で映画でも言ってるんですけど、うん、あの今年 その参院選挙で与党に3分の2を取らせないためにいかにこう野党の議席を増やすかみたいな運動をするためにあの立ち上げた団体ではあるんですよ、うんうん、なんですけどその前になんか4月にその戦争立法というか安保法案が通りそうだから、うん、まあ、言い方はですけどとりあえずデモやって反対 しようみたいなことだったら、うん、あれがなんかすごいバズっちゃって、うん、あのすごい盛り上がりを見せたっていうことで、彼らのその究極というか元々の目的は、うん、もう本当に今の7月の選挙でいかにこう野党リベラル勢力を結集させるかみたいなことなんで、うん、もうそれをやったら、まあ、学生じゃない子も出てくるし、うん、シールズの S はスチューデントの S なんで、うん、まあ、今修論とかで休んでる子とかも全然いるし、うん、もうそれをやってあの一旦解散するんじゃないかなと思いますけど、うん、内部的にね、はい、いや解散すべきじゃないっていう声が出てきたとしてもそれはそれで一つ自然なあの動きだろうというふうに思うんだけれども、うん、もう解散は解散するんだということで内部的には固まってる。そう、固まってるというふうに思いますね。なんか、まあ、解散してももしかしたらその、うん、もうサスプルの中心メンバーがシールズ立ち上げたみたいに、うん、まあ、シールズはまあ一旦解散しても、うん、新しい形でまた、また何か作る可能性はまあゼロじゃないとは僕も思うんですけど、うん、ただ一回その夏の参院選で一回シールズっていうのは解散するっていうふうにはみんな言ってますね。もう今の段階ではまだ要するにシールズを解散した後の未来につながっていくなんか構想というかイメージについて話し合いがもう始まってんだよねっていうことはまだない。まだないと思いますね、まだない、僕が知る限り。でもなんとなく彼らの中でなんか何人かはやってるかもしれない、次の段階の構想なんか練ってるっていうか、ね、うん、っていう雰囲気あるの、まあ、そうですね。で個人結構例えば奥田君なんかは、うん、そのシールズ以外にもリデモスっていう、うん、なんかそのシンクタンクなんですけど、うん、政策提言する、うん、あの学者の先生とかあの法律家の弁護士の方とか、うん、そういう人たちも本当にあの、うん、組んで別の団体というか、うん、そういう活動も始めようとしてるというかもう発足してるんですけどやってますし、そうですね、あとはまあ学者になりたいって子もいるし、まあ、いろいろ本当にいるんで新しい形で何かしらまたシールズが発展してなんかやる感じにはなるとは思うんですけど、あやるだろうと、うん、もしそういう新しい動きになったらあなたこのパート2っていうか続編を撮る。どうなんですかね、まあ、実を言うとってあれなんですけどまだ彼のことあの7月まだ撮ろうと思っててまだ撮ってるんですよ。あの 今を撮ってるあのこの続きを、この続きみたいな感じで撮ってるんですよ、うん、ミーティングとかでもしかまだ撮れてないんですけど、うん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 、だからまあ7月までは解散までは追いかけて、はい、まあ、それがあの、うん、変な第2弾の映画になるか、うん、ちょどうなるかまだちょっと僕もまだ分かってない段階なんですけど、まあ、とりあえずは7月まで僕も追いかけようとは思っていて、うん、っていう感じですかね、はい、そうなんだ、はい、分かりました。西原さんがね、はい、もう一回話が繰り返しになるようですがドラマを作りました、はい、テレビを作品を作りました、はい、
で、まあ「私の自由」についてシリーズ、シールズの若い職に出会った、うん、でドキュメンタリーですよね、うん、で、これまでの作品の中で最高の作品がこの作品であると最初に聞きました。はい、ね、あなたも割と気が入ってるわけだ。気が入ってます、ね、でこの作品を作ったことで、うん、あなた自身が一番学んだなと思うことは何ですか？なるほど、そうですね、なんていうかな、うん、まあ、作品を作ったことによるっていうかは、まあ、シールズから学んだことは若い職に、若い職に、ま、うんうん、学ばせていただいたことは結構あって、うん、まあ、僕も結構そのなんていうんですかね、なんていうんですかね、言い方難しいんですけど、うんうん、別にヒットしなくてもいいじゃんみたいなヒット、ヒットっていうか何て言うんですかね、言い方が難しいんですけど、うん、昔の僕は結構その何、うん、て言うかな、一定層に認められれば、うん、別にその興行がどうとか、お客さんがどうとか、うん、あまりそこまで気にしないような人間で、うん、なんか何て言うんですかね、死んでもな作品が残ればいいぐらいな、ちょっとなんかかっこつけたところあるんですけど、うん、結構シーズンのみんなの活動を見てて。こういかにこの例えばデモに全然関心ない人を巻き込んでいくかとか、うんうん、その一人一人 の、 その意識をちょっと動かしていくかってことをすごい考えてやってて、うんうん、なんかそれは僕が今まで怠ってたことだなと思っていて、まあ、ちょっと商業的主義ともまたちょっと違うんですけど、うんうん、なんかそこは彼らの活動を見てて、うん、その見せる、どういうふうに見せるかとか、うん、どういうふうに見てもらうかっていうのを意識するのも大事だなっていうふうには学びましたね。それがまあいいことなのか悪いことなのか分かんないですけど、僕映画を作る上でっていうふうには思いますね。そうですか。でこの作品はまあこれは紛れもなくドキュメンタリーじゃん、はい、ドキュメンタリーの面白さをね、うん、この作品を作ることによってなんか再発見したなっていうか、俺はドキュメンタリーっていうもののまあ奥深さを知ったなとか、なんかドキュメンタリーに関するなんか面白みに目覚めたなとか、なんかないですか？なんか、僕は本当に学生の時に原さんの映画を見た時に、なんかこの距離感がすごいやっぱり衝撃だったというか、進軍、進軍だったり、まあ局地的だったり、あ、見てんだ、はい、もちろん拝見もちろん拝見しておりますなんですけど、うん、なんかそのなんていうんですかね、カメラがもちろんあるんですけど、カメラがあるからこそなんか生まれてる関係性みたいなことが、それがすごいまあ当時学生だったんで、あ、こういう関係性が成り立つんだみたいなことがすごい衝撃だったんですよ。なんかやっぱり僕はすごい臆病な人間なんで、普段とかも結構人見知りとかするんですけど、うん、なんか自分が作品作っていくことでなんか自分も社交的になってったらみたいなこともありますし、だから今回のそのシールズの映画でも、うん、そのやっぱり最初はそのスパイだと思われて警戒ずっとされてたんですけど、うん、まあ、だんだんやっぱりね、撮影重ねていく上で、うん、あのあんちゃんまたでも撮影来てんなみたいなことで、うん、なんかだんだんまあ認められるじゃないですけど、うん、顔見知りになっていくわけじゃないですか、うん、でたまにデモ終わりとかにご飯食べに行って、うん、まあ、たまになんかくだらない話とかもしてみたいなことやってると、まあだんだん仲良くなって距離が詰まるにつれて、そのか、ね、さっき言った話なんですけど、カメラを通してなんかその関係性ができていくっていうの、そこなんか一回できたなと思ったら、すごいそこから撮るのはすごい楽しくなるって言い方もあるんですけど、うん、よくわかるなそれ、はい、うんうん、なんかその感覚はやっぱりドキュメンタリーだとやっぱり時間をかけられるんで、うん、映画だとその、ね、2週間とか3週間撮影してお疲れ様でしたっていうパターンがどうしても予算の関係上起きてしまうんですけど、うん、やっぱり半年間なりある程度の時間をかけて付き合っていく中で生まれる関係性みたいなのが、うん、まあ、この映画にもすごい出て、個人的にはすごい出てると思っていて、うん、最初はすごい距離があるんですけど、うん、最後の方はなんか仲良くなってる感じが出てるなというふうにも思ってて、うん、すごい僕的にはこの映画で一番そこが気に入ってるんですけど、うん、だんだん彼らと仲良くなっていく過程が映ってるなというふうに思ってて、うん、だからそこはドキュメンタリーの一番面白いところなんじゃないかなというふうに思いますけどね、うん、はい、これはあ、そうか、聞いてみよう、はい、死者をやったと思うんだけれども、はい、社会学者の小熊さんも見たと、はい、小熊さん見た、はい、小熊さんのこの映画の批評はどうですか小熊さんの映画、あ、小熊さんはもう直接この映画をやるにあたって 何回かお話しさせていただいたんですけど、うん、僕はこういう編集をしないっていうふうに
おっしゃってたんですよ。どういう意味？まあ、それはね、すごいいい意味でっていうか、うん、その小熊さんがこの映画に受けた印象って、まあ、パンフレットに書いていただいたんですけど、うん、寄稿文寄せていただいて、うん、なんかその対象が魅力的に映ってる映画だと感じましたっていうふうに書いていただいて、うんうんうん、だからその、まあ、そのさっきの話に戻っちゃうんですけど、うん、同じこのデモっていう題材を使って、うん、例えば国会の映像を混ぜて、うん、そのいくらでもその何て言うんですかね、うん、去年の横暴さというか、うん、政治運営のひどさみたいなのを、うん、正立てて作ることはもちろんできたかもしれないんですけど、うん、僕の最初の出発点がやっぱりそのおもろいやつらいるっていうところから出発した映画だったんで、うんうん、そこが小熊さん的にその対象が、うん、なんかすごい魅力的に映っている映画だと思いましたっていうふうに書いてもらったんで、うんうん、そこはなんか最初の自分ブレてなかったのかなっていうふうには思いましたけど、うんうん、はい。で他に何か、好意的な批評と、悪意に満ちた批評かどうか分かんないけど否定的な批評もあったと思うんだ。その代表的な、まず肯定的な批評はどんな言葉で言うとどこを褒めてくれてる？肯定的な批評は、うん、やっぱりまあそのなんていうんですかね、まあなんていうかシリーズって結構、まあ、僕は結構もう近くなってるからその。いわゆるシールズの世間の一般のイメージはそんなに分かんなかったんですけど、うん、なんかシールズの思ってるイメージが全然壊れたとか、うん、そのシールズを知らない人に見てほしいとか、うん、なんかシールズって普通の本当にみんな、うん、面白い学生の子たちなんで、うん、全然スーパースターでも救世主でも何でもないし、そういう、まあ、言い方ですけど等身大の学生が、うん、まあ、手探りで始めて、うん、なんかああいうことになったっていう、そういうなんかなんていうかな、だから見てる皆さんもできるんですよみたいな感じに思えたみたいなことを言ってもらって、うん、それはなんかすごい嬉しかったっていうか、うん、はい、それはまさにあなたの願った、そうですね、狙い通りだよね、はい、ケチをつける人たちの批評はある？ケチはですね、やっぱりさっき言った話じゃないですけど、うん、その去年だからその安保法案は、うん、成立しちゃったわけじゃないですか、うん、でもう3月の29ですか、法の施行もされて今運用できるっていう話にもなっていて、だから、うん、まあ、もしかしたら言い方悪いですけど運動としてはもしかしたら負けだったかもしれないっていう見方もあって、うん、でなんかどっか の上映の後に60代ぐらいの多分70年安保とかそういうのに参加されてた方から、うん、その去年 その映画を作るのはいいけど、これだったらその権力に回収されちゃうこの映画みたいな、はあ、そうそう、権力側にうまいこと使われちゃうみたいなことを言われたことがあって、うん、まあでも僕は映画作っただけなんで、うん、まあ頑張りますけどみたいなよくわからない感じだったんですよ、ね、そういう悪口言う人は映画評論家？いや、まあ一般の人、一般の人、はい、権力がずるいからこういうのも全部回収しちゃうんだよみたいなことを言われて、うん、まあ、ただまあそれはそれでまあね、権力側がどうするかとか僕はまあ考えようもないことなんで、うん、まあ、映画を作って世の中に問うていくしかないかなとは思ってますね、うん、あとまあ嬉しかったのちょっと思い出したのは、うん、見てる最中にすごい、うん、まあ、シリーズはなんか頑張ってたけど見てるあなたはこれからどうしますかっていうふうに、ん、言われてるような気が3時間ずっとしましたって言われて、あ、なんかそれはすごい、僕はそういうふうにはあんまり作ってなかったんですけど、うん、まあ、だからそれはシリーズから見てる人に、うん、あなたはどうすんだ、ね、あなたはどうすんだっていうふうに、うん、言ってたっていうのが伝わったっていうことだと思うんですけど、それはなんか作った甲斐があったなっていうふうには思いました ね。でもそういう受け止め方が一番望ましい受け止め方だよ ね、うん、シリーズの職員にとってはね、だからもう本当に、結構今もシリーズ参院選に向けて何やんのとか、もうちょっとこういう風にしたらいいんだ、うん、いいんじゃないみたいなリクエストが結構あるんですけど、うん、まあ、シールズはシールズで頑張るんで、うん、多分、うん、一人一人、なんかねできることを勝手に始めてください的なことを、そうだよね、なんか僕も思うし多分シールズのみんなも思ってるんじゃないかなというふうに思います、ね、うん、よくわかるな、それはそうなんだよ ね。ですね、かなり突っ込んで聞いてきましたが、はい、ちょっと早いんだけれど、質問みたいなのもう来てる？もし来てたらさ、早めにちょっと出してみてもらいたいんだけれども、はい、じゃあ質問を受けますね、うん、はい、じゃあ、どうしましょうね、先に
今の作品の方の流れで聞きますけれど、うん、質問があった、質問っていうんですかね、デモに興味がありますが参加したことがありません、うん、実際に参加して近くで見ている、で近くで見ていてデモに参加するってどういう感情が生まれるの、という質問、うん、もう西原さんはどういう感情が、まあ、取り手だからデモに単純に参加するっていうものではなかったとは思うんですけれど、うん、まあまあカメラ持ってても参加することで、うん、西原さん自身がどういう感情になったかっていうのと、他の人で、まあ、シリーズじゃない人でもどういうふうに変わったのかっていうふうに感じられたりしましたか。そうですね、まあ、僕は最初に行った時に何かそのもちろんだからなんていうんですかね、コールっていうか、まあ、声を上げたりはもちろんしなかったんですけど、なんかあそこの場にいるだけでもなんかそのなんていうかな、意識を表明してるっていうか、結構デモってそのまあなんかなんていうんですかね、意識を可視化するじゃないですけど、これだけの人がこれだけのことに対して怒ってるんだとか、うん、反対してるんだっていうのが目に見えるじゃないですか、分かりやすく人がいるから、うん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 、それが一番なんか一番というか、うん、効果があるんじゃないかなと思っていて、だから興味があるんだったらぜひ足運んでもらって、うん、なんかその辺に立ってればいいと思うんですよね全然コールとかしなくてもいいと思うんで、それできっと感じることは、あ、なんかやっぱうるさいな、でも何でもいいし、逆になんか面白い感情が生まれるかもしれないし、だから、うんうん、参加するのは全然もう今や、うん、だから昔僕もだからメーデーとか、うん、ああいう昔の上りを立てたスタイルとか、うん、なかなか足を踏み入れるのは難しいなと思ってたんですけど、めちゃめちゃコロナ禍では応援してても、うん、なんですけど、なんか興味がある題材とか僕もおかしいとか思っているものがあったら、うん、なんか本当にフラッと参加してもらえればいいんじゃないかなというふうに思いますね、うん、私自身も特定秘密の時も行っていたし、もう今安保法案も行ってて、あ、そうですか、行ってました、だから可決の時もずっと夜中、あ、西原さんも近くにいたんだと思って見てたんですけど、結構皆さん行ってるんですよね。そうなんですよね、だから結構知り合いも結構あったりはしてたんですけど、行かない人の方が距離感ってすごいあるかなと思ったりするんですよ ね、行くともう行かなきゃって気持ちにはなったりはするんですけれど、一回声出さなくても行くっていうのは、うん、まあデモをこう簡単にこう、あ、なのっていう人って今な浮かれてる感じっていうのはあるかもしれないけれど、一回行くと全然また、うんうん、批判するのもしないのも一回行ってみるとだいぶ違うのかなっていうのは、そうですね、うん、それはおっしゃる通りですね、思いますね、うん、だからよくデモに対するデモって言葉にこうアレルギーがある人には、うん、フェスの感じってありますよね。あ、いや本当そうですね、はあ、うん、だから、うん、おっしゃる通りで、結構だからシリーズも、うん、まあ言い方があってかどうかなんですけど、いかにかっこよくやるかとか、うん、いかに楽しそうにして、だからそう参加するハードルを低くしようみたいなことはずっと考えてたと思うんで、うん、他に声ないですか。はい、そしたらですね、はい、今のデモの話で、デモって燃えるけどエネルギー消費で疲れるじゃないですか、はい、西原さん自身は疲れませんでした、だいぶ追っててみんな疲れるよねって書いてる人はいるんですけれど一人でカメラ持って追ってらっしゃって、ね、どうでした。結構深夜続くのが多かったじゃないですか。あ、そうですね、最後の方はまあ体力的にはあれでしたけど、なんかまあうん、大変でしたね。脱水症状になる人ってたくさんいるじゃないですか。いました、奥田君とかも結構倒れてましたね。そういうのは撮ってらっしゃったんですか、倒れてるとこは。本当にね、撮れるチャンスあったんですけどね、なんか撮れなかったんですよね。まあそれは弱さなのか分かんないんですけど、うん、救護隊とかもたくさんいて、 お水配ったりとか、うん、そうですね、結構真ん中の方ですごくカメラ回してらっしゃるから、お水取るのとか大変だっただろうなってすごい思ったんですよね真ん中に前に行っちゃうとかなり大変だろうなと思っていて、うん、で、僕の質問なんですけれど、今のあれで、これ今回の作品で会社は休ませてくれたんですか。結構拘束が大変だったと思うんで見てると何日間行ってたんだって感じ、最後のそうです。会社はもうあれなんです、もう辞めて今フリーランスやってるんですよ。フリーになったんですか。そうなんですよ、もう結構3年前ぐらいから。3年前ってどのあたりですか、辞められたって感じだと。作品で言うと、あ、作品で言うと青の光線撮ってる時は、さっき話あった、うん、青の光線の時はまだ会社員なんですけど、2013年に辞めてるんで、3年前に辞めてますね。はい、なのでまあ時間はまだ
全然あったっていう感じです。はい、あとはですね、他にも競争相手の監督はいましたか？ああシールズをたくさん取り返したいただろうし。競争相手っていうかシールズ の, あのサスプルの段階からすごいシールズの PV とか撮られてる方いらっしゃって、で僕もその最初にシールズに撮影させてくださいって言った時に、まあ、そういうずっと撮ってる方がいて、その人もなんかまとめて、まあ、映画とかにするかもしれないけど、まあ、それでもよければみたいなことで言っていただいたんですけど、ただまあ僕もその人も、まあ、あの意識は同じだったんで、まあ、途中からなんかポジション譲りながら撮影してるみたいな。あとまあ結構テレビの、曲とかも7月ぐらいからは結構密着してて、原さんもよくほら、そうそう、今それ聞こうと思ったんだけどね、俺あの実はあの、大阪戦南のアスベストの裁判闘争とか、水俣の、もう10年以上カメラ回してんだけど、水俣なんていうのは地元のテレビ局がね、絶えずいろんな局が入れ替え立ち替え番組を作るに来るわけよ。で彼ら早いんだよね、2、3ヶ月で1本作ってもう放送しちゃうみたいな。で現場で競合するわけよ、はい、俺あれ大嫌いでさ、で大体テレビ局の連中って大兵じゃん。そうなんですよ、なんか世界のでかいカメラ持ってるって言われることねえじゃないかと思うんだけど、でもなんかねこっちはカメラ小さいしね、こっちが譲っちゃうみたいな。捉える側もテレビの方がなんかやっぱり早いしさ、いそうなんですよ、なんか彼らがそう思ってるみたいなところ感じるんだよね。で超なんか私もその辺のフラストレーションがたまり上げてて、憎しみぐらいの感じがもう実は持ってるんだけど、そういう感じってあるない？あのでも僕もなんか無意識的に、うん、あなんか変な話、あ NHK 来てるみたいなことで譲ってたりはしたかもしれない。やっぱそう、なんでなんだろう、なんで俺たち譲らなきゃいけないんだろうって。なんですかね、でもなんかなんていうんですか、やっぱりなんかあのテレビって結構ね今の話で速報性があるから、あるからね、やっぱそのがやっぱり彼らにとっても有利だろうなっていう遠慮しちゃうもんね。優しさかもしれない。いや俺ねそういうのね優しさって言いたくないんだよね。同じ要するに作り手としてはさ、ね、同じじゃんって言いたいんだけどさ、なぜか知らないけど、なんでこっちが引け目を覚えるのかがね自分の中で嫌なんだよね。それは原さんのアスベストの中でも、まあ、ずっと追ってるから内側の、まあ、仲間として入れてもらえて特別に撮れるシーンってあるじゃないですか、うんうん、あるよ。で今回のシールズの作品も他の人が撮れなくて自分が撮れたシーンっていう、なんかここは得したなっていうとこを今回の作品の中で入ってるとこってありますか？今回の作品っていうと、うん、何ですか、まあ、でも結構ミーティングとかやっぱり、うん、結構最初の方はメディアもあのメディアというかテレビの撮影の人たちも入ってたんですけど、うん、途中からやっぱりメディアの人たちはどういう人たちが来るか分かんないから、うん、まあ、シャットアウトしようみたいな話があって、そこはでも最後までお邪魔させてもらえたんで、それはねどういうふうなミーティングをしてるかとか、彼らあの多分テレビ見てる人はそんなに、テレビというかテレビでシールズをしてる人はあの知らないと思うので、そこは、うん、テレビの人はそういうところあんまり気を持たないんじゃないかな、かもしれないですね、ね、そういう感じあるよね、うん。であのこっから警察が入ってくるから、まあ、ミーティングするとこあるじゃないですか、うん、こうして前に行けば大丈夫だよとかあれはそう、あ面白いなとか思いながら、結構あの裏話的なこう工夫みたいなところとかも面白かったですし、でやっぱり競争相手いました、今回一緒に内側からはもうお一人でした、撮ってる人って。いやあのだからさっき言った、あ、はい、そうなんですよ、ああさっきのそうですね、方はずっと撮られてて、まあ、まだ撮られてますし、非常にあの直接的な質問なんですが、国会で彼が証言するように呼ばれたでしょ、はいはい、あの映像は何の映像ですか？あれは、あの喋ってる映像、そうあれは証言、参議院の参考人って呼ばれてる、だからあれは誰が撮った映像ですか？あれだあの参議院にその参議院 TV みたいなカメラがあるあって、それを買うわけ、もらうわけ、それはあの、まあ、引用っていう形で使わせてもらってるんですよ。あ、はい、申請すれば使わせてもらえるわけだ、うん、それは開かれてるわけね。開かれてます、はい、テレビのでも局の映像も結構あったじゃないですか。あれはもうあれもですね、あのちょっと弁護士の人にもこういう作品で確認したんですけど、あのいわゆるそのテレビの画面とかって、あの映像とかって、うん、あの
法律上はその難しいんですけど、うん、引用っていう形だと別にお金を払う必要もないぐらいのらしいんですよ、うん、だから僕の映画でもちょっと画面をちっちゃくして、うん、あテレビ越しにテレビの中のを撮ってますよ、テレビの画面として撮ってますよ、まあ、か視聴者として見てるっていう感じの使い方ですね、はい、まるまるそれでパコっていうわけではなくて、うんうんエンドクレジットに、ね、あの映像引用っていうことを明記すれば OK ってことを、ね、著作権法の上は OK らしいんで、うん、他に質問ない？実際に公安は潜んでましたか？どうなんでしょう、スパイ学生みたいな、スパイ学生どうなんでしょうね、はいたのかもしれないですけど僕が知る限りはいないですね、あまり意識 しなかったね、うん、意識してもしょうがないみたいなところあるもんね、うん、それはね、ここはそんなもん。あとですね、自分は映さないでほしいという政治家や有名人はいましたか？政治家の人はいなかったですかね、政治家の人は多分肖像権もないんで、うん、有名な人はいましたか？あのいわゆるあの一緒にあのいらっしゃった方で、うん、僕は使わないでねって。でもそういうのはやっぱりありました、いますいます、やっぱりシリーズの子でもやっぱりそんなに撮影してほしくない人今晩もちろんいるんで、いるんだ、うん、それ編集する段階で確認もしてもらったんですか、私写ってるからいやよとか。あ、それもありましたね、はい、でまあ結構撮影する前にそれは普通にあの撮影していいですかって聞いて、で NG の子は写んないようにしてたんで。あとトイレとか心配ですってさっきの話ですけど、デモ中ですか？デモ中なんだトイレが心配、うん、でもシールドの人たちはトイレの段取りもちゃんとつけてたもんね、じゃなかったっけ、うん、そうだよね、トイレとか。でもコールは順番に、声が枯れないように順番に、うん、次交代次交代っていうのはしてたので、うん、その辺も。あとですね、まだある、はい、デモが盛り上がりカジュアルになって社会や若者がエネルギーを取り戻したと感じますか？どうなんでしょうね、どうなんだろうねまあだからまあ、デモが普通の社会にはきっとなったとは思うんですよ、うん、シールズの前と後では、うん、なんですけど、うん、それがその若者の政治参加につながっているかと言われると、うん、まあ、ちょっと分かんないですね。先ほど続編、まあ、撮られてるって言ってましたけど、うん、まあいつぐらいに完成したいか分かんないです、まだ分かんないだろう、ね、質問するが酷じゃないかしら、酷ですね、はい、あとですね、最初の話ですけれど、はい、そのお金を潤沢にあった時の何のバイトされてたんですか？バイトすごい言える範囲で。あ、全然普通のバイトです。あのコンサートホールの案内のバイトをして、で夜は居酒屋やって、はい、でなんかポスティングやってみたいな。それあのそんな使わない人なんですか、たまるってことは。そんなに物欲がない、うん、使わないですね、使わない、物欲ないですね。若い時から物欲がなかったんですか？酒は飲まない、女遊びはしない、博打もしないというタイプ。そうですね、酒はまあ普通に、まあ、飲みに行ったら飲むんですけど、うん、女遊びと博打はしないですね質問の方が原因だな、はい、もういいかしら。あ、まだあります、まだあるの、はい、あとポンポンと出して、はい、はい、今日は黒い服を着てらっしゃいますけど、どなたか何か亡くなられた、何かあるんですかっていうのが、何これ、こういうシャツ、こういうシャツ、今日はこう、え、なんかあの一応なんかちゃんとシャツ着といた方がいいかなぐらい、それとも私も黒着てんですけど、私はどうでもいいんでしょうか。いや、すいませんね、はい、はい、特に意味はない。はい、はい、すいません。あと、原さん、君、この作品自身は何回見ました今回？まあ、長い作品ですけど、今回お話しするにあたって、うん、まあ、トータル何回ぐらいこの作品？3回、本当ですか？ 3.5 みたいな感じじゃないかな。それ見るたびにやっぱり違いました？さっきちょっと重複しちゃいました。というよりさ、うん、私の見方っていうのはやっぱり、なんか喋らなきゃいけないじゃん、質問しなきゃいけないから、うん、やっぱり内容を確認しながら深めながら、自分が1回目見た時の感じが果たして妥当かどうかということを確認しながら、で1回目で見落としたことを2回目でもう一度こう拾っていくというような感じで見ていくから、他の人の見方とはちょっと違うかもしれないよね、私の場合はね、はい、はい、今のところ来た質問はもう全てお話ししたんですが、はい、まあ、またあの続き話していただいて、こうまだあったらまた、うん、うん、はいはい、分かりました。いや、少し実はあの他の作品も少し触れようかと思って、もうちょっと時間があるんで、せっかくだから、彼だってこの一作でもう終わりじゃないんだからさ未来があるんだから、ね、いいですか？ありがとうございます。それじゃあちょっと切り替えます、はい、
じゃあちょっと他の作品についてもう一回あの戻りたいんですけどね、はい、ドラマはどう当分ない？いや、今構想中のドラマの脚本はなんとなくイメージはあるんですけど、うん、まだあの賭けではなくて、うん、ただ、まあ、あの両方やっていきたいとはもちろん思ってるんで、ね、あのあなたの中ではあのドラマとドキュメンタリーが何か交互にっていうか、あ、何のあの何ちゅうか2つのジャンルの行き来について抵抗なく、うん、両方こう自分でやりたいものをいつもこう抱えてて、うん、たまたま今回はこっち、うん、で次はこっちっていうのが難なく両立してる印象を受けるよね。あ、あれ、なんかそれがおっしゃる通りなんか 理想というか、うん、今後もそういうふうにやっていけたらなというふうには思ってます、ね、思ってるんだ、はい、なるほど。いやそれでね、実は、はい、あなたのドラマの、はい、2作目の作品、はい、タイトル、スターティングオーバー、はい、ありがとうございます。これはあの1作目があの青の光線で、はい、2作目がスターティングオーバー、はい、スターティングオーバーは、まあ、女の子2人がね、はい、ほとんどメインの主人公になってるというような映画じゃない。で比べればよ、はい、青の光線よりはスターティングオーバーの方の2人の、少女たちの感情を、作り手がこうじっとこう凝視する見つめるということでいうとはるかに濃密に描かれてるって印象を受けるよね、はい、で実はしかしこの、2作目のスターティングオーバーっていうのはあなたの実体験が実は関わってんだよねっていううち の地獄組のスタッフがいましてね、私に教えてくれたんですが、関わってんですか？そうなんですよね。 どれがそうなの？あなたの、あの厳密に僕の実体験っていうわけでもないんですけど、うん、まあ、作ろうと思ったきっかけがそれで、うんうん、そのなんか調子に乗ってて就職しようと思ってた25ぐらいの時に、うん、あの別れた彼女がいたんですけど、うん、1年ぶりぐらいにメールが来たんですよ、うん、で、あ、なんかとまだ当時好きだったんでその子のこと、うん、あ、メール来たなみたいな、うん、あ、来たなみたいな、うん、で渋谷のカフェにのこのこ会いに行ったんですよ、うん、あ、みたいな会いに行ったら、うん、そのあ、どうも、だが言ったら、うん、その彼女がいて、うん、その隣に、女の子が座ってたんですよ、うん、あれみたいな、うん、3人みたいな、うん、あ、じゃあ楽しくお茶でもしましょうかみたいな感じで、うん、なんか話してたんですけど、うん、なんかだんだん話していくうちに、うん、なんかあれ様子がおかしいぞってなって、うん、でなんかそのうちにその彼女の方から僕がつけてた彼女の方から、うん、まあ、いわゆるカミングアウトというか、うん、してくれて、あなたと別れた後、うん、私ちょっと今隣にいるこの子と付き合っているみたいな。そこで知った。 その子はだからいわゆるバイセクシャルってことに僕と別れた後に気づいたっていう話なんですけど、うん、でまあそれ自体は別にまあ、うん、中学校の時になんかゲイの子とかもいたから、うん、全然驚きとかはまあ、あ、そうそうそうですかみたいな、うん、感じだったんですけど、うん、なんかそのすごいその僕の彼女が、うん、僕の彼女って彼女じゃないんですけど、うん、当時付き合ってた昔付き合ってた彼女がすごい幸せそうだったんですよ、うん、僕といた時よりも。あ、そうですか。なるほど。それがすごい印象に残ってて、うん、なんかなんかすごい2人幸せそうだなみたいな顔だったんで、うん、なんかそういうなんか、うん、レズビアンカップルの話を、うん、作りたいなっていうふうに思ってて、あ、それでまあ脚本をパッと書いて、それがまあちょっと設定は全然違うんですけど、スターティングオーバーっていう映画になったっていう感じです。その女の子同士の、はい、まあまあ、レズビアンって世間では言いますけれども、レズビアンの世界に関してかなりこの調査っていうかいろんな人に聞き込んでシナリオを書き上げたわけ、それとも想像力だけで、まあ、多少本も読んで、あとは、まあ、それこそ2丁目とかに、うん、リサーチというか、うん、会いに行ったり、うん、まあ、その主演の女の子とマネージャーさんと2丁目に遊びに行ったりとかも、うん、いろいろしつつ、うん、脚本書いたっていう感じですかね、うん、はい。ちなみにあなた自身が作品の中で登場人物に自分を投影してるっていうそういう人はいるの？いや、いないんじゃないかって感じがするけど、登場人物としてはいないかもしれない。いないよね、はい、今回は。そうなんだ。でもどうですか、やっぱり2作目だからさ、やっぱり役者に芝居を要求するときにね、1作目よりはかなり深く細かいディティールに関してかなり監督の方の注文が、かなり強くというか濃く出てるよなって印象を受けるけど、それはどうですか？そうですね、1本目やった時に
そのまあ、当時その会社にいてなんかテレビの連ドラの AP とかもやってた、アシスタントプロデューサーとかもやってて、そういうなんか、うん、あれもあって、なんかそのいわゆるその予算が少ないなりに、うん、すごいそのあなんていうんですか、普通の映画システムを作って、うん、それで撮影しちゃったんですよ、うん、しちゃったというか、まあ、したんですね、まあ、普通にカメラマンさんいて、うん、録音マンさんいて、うん、メイクさんいて、照明さんいて、うん、衣装さんいて、でなんかキャスト用の椅子もあってみたいな、なんかそれをやったんですけど、うん、なんかそれがそのなんかその作品 の, その撮影の自由さみたいなのを、うん、まあそれだけじゃないんですけど、なんか損ねちゃったような気がしていて、うん、もうちょっとなんか自由にやれば、もうなんかどうせやるんだったら、うん、なんか自分の思うようにやればよかったなっていう後悔がちょっとあって、うん、でそのだからスターティングオーバーっていう映画は本当に僕と撮影と録音マンみたいな、うんうんうん、で役者さんとメイクはもう自前で、衣装も自前でお願いしますみたいな、うん、でそのマネージャーさんに弁当買ってきてもらうみたいな、うん、そういうなんかいわゆるなんか、うん、自主映画じゃないですけど、うん、まあ普段やってるようなドキュメンタリーのフットワークの軽さでやろうと思って作った映画で、うん、まあ、それはそれで一つ形になったかなというふうに思っていて、だからその反省というか、うん、ステップ踏まえて2作目は作ったんで、2作目はだから今も気に入ってるというか、うん、見てほしいなというふうに思ってますね。まだ実劇場公開できてないんですけど。あ、まだだっけ？できてないんですよ。公開これから。はい。映画祭には出してる。いろいろ読んでもらったんですけど、すでに上映は何何もそうだっけか。公開これからなんだ。はい。もう一つちょっと聞いておきたいんだけども、はい、あの女の子たちの芝居演技。うん、あれはリハーサルをやって段取りをやってテスト何回ぐらいやったかっていう、まあ、お決まりみたいな質問なんだけど、はい、ちょっと教えてもらいたいな。あれはですね、うん、リハーサルを撮影したのを使ってるやつとかもあったりするんですよ。あったりする、はい、リハーサルの時からカメラ回しちゃうわけね、はい、だからもうある程度こういうシーンでっていう設定もだけ与えて、うん、脚本はもちろんあるんですけど、うん、もうこういう話があるから、その、うん、こういうバイトしてるって言われるから、うん、こういうふうに怒って返してとか、うん、ある程度の大筋だけ決めて、うん、あとはどうぞじゃないですけど、そういうふうにやってもらったところがあって、で、まあ、それで成功してるところもあるんですけど、うん、ちょっとまあ個人的になんかその、うん、あまりにもその俳優さんに委ねすぎちゃったなっていう、うん、ある種の反省もあって、うん、だからまあいいか悪いかちょっとまだそこはまだ自分でも分かってないんですけど、リハーサルを撮影してたとこもあります、ね、とこもある、はい、最大テイクもワンテイクもワンテイクってテイクを繰り返した回数でいうと何回ぐらい？あ、多い時はでも結構やりましたね。やった15とか。あ、それ、ま、毎回回してるんだ。回します、ね、でちょっと違うちょっと違うことでなんかハマっちゃうとハマっちゃうっていう、ハマっちゃうっていうか、なんかそうですね、なんかしっくりこないと何回も繰り返しちゃうんですけど、はい、でしっくりくることもあるんだ。そうですね、もうこれ完璧っていうか、うん、いい芝居してるなっていう。そうですね、だからそれは本当に僕もだからフィクションの演出って難しいなっていうふうに思ったんですけど、テストっていうかその一発目でボンって、あ、これでこれしかないっていう瞬間もあれば、うん、何回やっても何か違うなっていうところもあるじゃん。あるんだ。あるって、あ、そういう時になんかその何回もう繰り返していくことが、なんか果たして意味があるのかとか思いながら、だからそういうふうに普段他の監督の人はどうやってやってるのかなとか。いや、あれね、監督によりてんなんだよね。例えば熊井家なんていうのは、はい、私助監督で、はい、4本ついてんだよね、はい、大体パターンがあってね、はい、一番最初に段取りテストやろうって、はい、大体動きが決まるよね。それによってライティングが動いたりとか、マイクはここから入るとかっていうことを、技術スタッフのための段取りテストがあるじゃない、うん、でそれが大体段取りテストやれば落ち着くよね。じゃあ本格的にテストいきましょうって始まるわけよね。それでね、熊井さんの場合は大体7回なの。1回目はさあ軽く動いてみましょう、で2回目がさあ俳優の皆さん 20% の力で動いてみてで3回目 30% にしてくださいっていうのを少しずつ上がっていくわけよ。それで、ね、60% テストの力でやってみてください。で7回目ぐらいになって初めて 70% ぐらいの力でやってみてくださいってやるでしょ。で6、7回になって、じゃあ次は本番いきます、目いっぱい 100% でやってください。大体ね、ワンパターンなんでね。だからそれぞれの監督がそれぞれの何ていうか芝居のつけ方っていうか、本番へ持っていく時の何ていうの、パターンを自分の中でやっぱり探りながら監督になっていったと思うのね。人によって違うような気がするんだよね。
それで私熊井さんの現場についてしみじみ思ったのはね、日本の俳優ってね1回しかできないっていうの、聖なる1回生、良くも悪くも、うん、だからね最初思い切ってさあ本番テスト行くじゃない、それで、さあって言ってテイクカメラ回りながら用意はいバーって役者も目いっぱい芝居する、はいカットで、もう一回行きましょうって言って2回目ね、うん、ほとんど同じ芝居ができない、うん、原田美枝子なんか典型的にそう本当にそうよ、それで3回目やるとまた違う、うん、中野旅子もそうだった、うん、野生の照明の時にね3回ともね3テイクとも全部芝居違う、うん、それでね、これはね、市川淳監督もね、多い時は50何回テイクしましたって言うからね、で、結局50何回テイクをやった時にどのカットを使うのって言ったら1回目だった。いや、そうなんですよね、それもすごい分かるんですよ、ね、僕も結構だから20回やって最初が一番良かったじゃんみたいなところもやっぱりそうらしいんだよね、で、なんでじゃああと何回もやるのって言ったら第1回目、ね、ファーストテイクはいいんだってことを確認するために何度も回したって、でも分かるように気がするでしょ。分かるような気がします。面白いよね。だけど、うんうん、私らアメリカの映画見てていいなと思うのはね、同じ芝居が何回もできるって話聞くじゃない。これは信じられる。あ、でもそういう俳優さんあんま出会ったことないですね。ねえ、日本の俳優はそうなんだよね。そういうつまり演技の訓練を日本の俳優は受けてないからだっていうふうに、その違いはあると思うんだよね。だからね、日本の俳優は一回こっきりなんだよね。で、一回こっきりっていうのは一発目が一番良かったりするっていうのは、なんか統計的になんかね、たくさんの人がそういうね、私が今聞いた中ではね、そういうもんかなと思って、その感じは分かります。そうですね、ただなんかあれですよね、ちょっと話違うかもしれません、そのドキュメンタリーやってるとその全部が1回目なわけじゃないですか。そういう意味ではね、その通りだ。なんかそれでそのなんか、うん、なんていうんですかね、もう一回やってくださいっていうのがなんか、うん、なんか気が引ける瞬間も あったなと思ったんですけど、うん、なるほどね、なんか難しいですよね、うん、難しいっていうのを、なるほど、ね、まあ、今後もちょっと考えながらやっていくんでしょうけど、うん、やっぱ1回目がいいっていうのはなんていうんだ、やっぱりドキュメンタリーの要素もあったりするもんね、うん、うまい下手じゃなくて、そうなんですよね、リアリティっていうか、うん、一番なんかリアルな感じがするっていうか、うん、いうようなところでテイクワンを選ぶってことは多いよね。そうなんですよね、なんかね、たださ、なんかカサベテスの話とか聞くとめっちゃリハーサルやるとか、ね、うんうん、でリハーサルやって何回もやってなんか、うん、その出てくるところを、うん、いい瞬間をみたいなことも聞いて、うん、ではなんかあんだけなんかその、うん、なんていうんですかね、回数重ねてもそのすり減らないその1回生みたいなのって、うんうん、どうやってんだろうみたいな、ね、いや本当同じような疑問私にもあるけどね、うん、基本的な訓練の仕方が違うんじゃないかって気がするけどね、うん、まあはっきりしたことは分かんないんだけどね、はい、はいはい、質問コーナーってもうほとんどさっき質問したんじゃないの、はい、まだあるの、今1個新しく増えた、はい、ありますので、じゃあ出してください、はい、ですね、スターティングオーバーの話だと思うんですが、うん、どうして元彼女は新しい彼女を監督に会わせたんだろう、はい、あ、ね、そうだね、あ、それいい質問だ、聞こう、いやー、どうなんですかね、理由聞きました、その聞いてます、ね、でも僕もなんかちょっとその時はショックでしたけど、紹介っていうかしてくれて、まあ嬉しかったら嬉しかったですよね。だからまあ僕のことを嫌いじゃなかったのかなっていうふうに、そうこう、なんていうんですか、好意的には思ってますけど、こう自分が幸せな状況を、まあ、知らせたかった、まあ、なんですかね、うん、今楽しくしてるっていうの、嫉妬はなかったですか嫉妬はなかったかってどうなんですか、まあでもすごい好きな子だったんで、うん、まあ、嫉妬はなかったかな、でもまあちょっとショックだったかもしれないですけどね。その時まだ気持ちは残ってたんですよね。残ってました。諦めがついた。諦めついたかな。まあでもついたかもしれないですね。だそういうふうに紹介してくれてるってことは、逆に言うともうなんか、それこそなんかもう脈ないですよっていうもんかもしれないとも思うんで。別れた彼女といえば原和夫。何ですよ、どういうことやって。直視的エロスですけど。そうです。私は別れた彼女を映画にしたんですから。あなたも別れた彼女をあしたんじゃないドラマで。そういうことなんですよ。そういう意味じゃ同じような共通が、共通点が。そうだよね。はい。そうやね。あるということで。はい。はい、じゃあ質問の方はもう。終わりですね。はい。あれも、はい。もう他にでも原さん、情熱大陸とかの辺も全部ご覧になって。全部じゃね、2本しか見てないからさ、はい、ちょっとうまいこと言えないなと。そんなことよりさ、はい、
あなたの現場だったら俺いいな、俺役者として使ってもらいたいんだけど。原さんもですか？マジに。ああ実は最近シン・ゴジラに出演してる。あ、そうですか。うん、でグーグーは猫である。 あ、違ったっけ。グーグーは猫である2、そうパート2ちょっと出演してるんです。はい、役者をやりたいの。それはまた、うん、あのぜひ声かけてください。ぜひぜひ。私それはまたでも どうしてというか、なんかね、はい、もう裏方ずっとやってるじゃん。裏方の苦労っていうのはもう、はい、いやもう一切したくないとは言わないよ、うん、引き継いでやるんだけど、カメラの前の楽しさってやっぱりあるだろうって。う少しもう40年頑張ったんだからね、カメラの前の面白さとか楽しさを俺だって追求したっていいでしょって、そういう感じなの。うん、将来的には塚本慎也監督みたいに。塚本慎也あの主演男優賞もらってるからね、今俺はライバルだと思ってるんだよ。俺の方が絶対芝居上手いっていうふうにね、まあ、本人には言わないけど密かに思ってるの。放送で言ってるから。まあ言っちゃったけど。打倒塚本さんね。絶対ね、俺はね、打倒なるのかな。主演男優賞絶対俺だって取ってみせるっていう野望を持ってる。そういう意味で言うと主役をとは言わない。うん、主役をやるときは俺あの自分で監督主演をやるから脇役の面白い役をね、はい、なんかこう役をつけてもらって約束して。あ、ぜひぜひ。はい、堅い役所をもう皆さんの前でやってるから、ね、忘れないでね、はい、高いギャラを要求しないから。そこそこでいいからね。はい、あ、じゃあそろそろあのカメラで、せっかくなんで、はい、役者志望のお互いにね、はい、写真を撮り合うというコーナーなんで、はい、はい、カメラ、じゃあカメラをお渡ししますので、はい、原さんを撮ってください。お互いに撮り合いましょう。そうですか。はい、はい、私から先撮られます。はい、僕からでいいですか。はい、どうぞ撮ってください。本当マジに覚えてくださいね。くどいようですが、私を役者に。はい、お願いします。はい、いや、本当あの、石川純の時はその青春でも私出演してるんですよ。見てないでしょ。うん、まあ、いいんですけど、だからぜひね、あの私をですね、はい、使ってほしい。まあ、あのこっち普通でいいです。はい。いや、で顔だけこっちを見ていただいて、はい、写真、今日本当に忙しい中ありがとうございましたね。どうですか、楽しかったですか。はい、ありがとうございました。なかなかあの舞台上のトークでさ、はい、10分なんて何も話せないじゃないですか。まあ、作ろうと思ったきっかけぐらいしか話せないですね。ね、やっぱりこれぐらい時間があるといろいろ話せるでしょ。はい、なんか話しそびれたこともしあったら、話しそびれたこと、いや、なんかせっかく初めてお会いしたんで、はい、なんか一個だけ聞いてみたいことがあったんですけど、いいですよ。原さんの作品の話になっちゃうんですけど、はいはい、そのさっきの曲指摘エロスの話で、はい、その出産シーンがあるじゃないですか。はい、でそれで、はい、ピンがボケてるじゃないですか。はい、であれを僕最初その見た時に、あ、なんかすごい原さん優しい方なんだなっていうふうに思ったんですけど、なんか中の本読んだら知らずにボケてたっていう。知らずに、うん、まあね、私汗かきなんですよ。であれ冬でね、私のアパートの8畳ぐらいアパートなんだけども、あの出産の場を、あの空間を作るために荷物を半分にこう積み上げてた。だから実質 4畳ぐらいの広さしかなくて、で彼女がまあ息め始めてものすごい熱を出すんだよね、あれ。だから部屋中が彼女の熱気で充満して、それで要するに16ミリのカメラのファインダーって小さいでしょ。うん、でカメラをね、あの400フィートのマガジンをつけて肩に担いでスイッチを入れてから気がついた。あれと思って、うん、でね、もうファインダーが汗で曇ってんの。あ、でメガネも曇ってんの。でメガネをこう拭いて、ファインダーを拭いてもすぐねまた曇るの。うん、で結局ね分からないんで、はっきり。あ、であれ遠見るってワイドレンズつけてて、それでね、一生懸命ちょっと探ってるの。あれ画面見ると分かるんだけど、ピントがどんどんボケてるの。そうですね、あれということは、あのレンズの目盛りを一番手前まで持ってきちゃってるんだよね。でワイドレンズだからね、ピントが合ってるかどうかっていうの分からないのを覗いてて、だから本当にあの時焦ってて、だから、もうここまででいいだろうって思ってスイッチを切って肩から下ろして、まず気になったのはレンズの目盛りを見た。で一番手前って30何センチだからね、それでしまったって声を出してて、録音機にはしまったって声が入ってるわけよ。そしたら武田美由紀が、あんた何やったの、ピンボケだ、
バカねあんたっていう、まあそういう音はアホらしいから使わないんだけども、あれね本当にね、ウーマンリブの 女の人なんかさ、わざと権力を俺が怖がってぼかしたんだっていうわけよ。なんかね、出産をするっていうのがメインで、うん、頑張ってやろうってのわざとぼかすわけねえだろうって、なんかそこまでなんか信用してもらえないのかよって思ってがっくりきたけど、大体あれでも自分で見るとなんか前後がピントがピシャリ合ってるので、なんか普通見てるとなんかわざとぼかしたように見えるね、どうしてもね。でも事実はあのミスなんです、私のですよ、ね、ミステイク。それを読んで、あ、そう、うん、なんかそう、なんかそれやっぱりこっちも上がってるしね、冷静じゃないからね、はい、だからそういうあれはね、私の生涯最大のミスだっていうふうに私は思っております。そろそろ何かあります？はい、もうあのサインをお願いしたいんで、はい、そうだね、上のチラシの方を取っていただいて、はい、で監督、西原さん、あのペンが目の前にあるので、あのマイクのこれね、はい、はい、あのね、はい、これあの今までのゲストの人に一言、はい、自分のコメント、はい、あの書いてもらうのね、はい、でこれをだん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 増やしていくのね。 ありがとうございます。だから一言、この自制の句、自制、これが自制の句じゃない、好きな一言みんな書いてもらって、ちょっと名前とでここに貼るから、あ、はい、ぜひ書いてもらいたいんです、はい、目立つように何色にしましょうか。大胆に書いてください。何色ですか？何でもいいよ、ちょっと急だから時間いいよ、考えても、はい、じゃあ、はい、書いていただいてられる原さんの告知をしましょうか。はい、じゃあ、はい、お願いします。じゃあ原さんの告知いきます、はいはい、まず告知1ですね、さよなら CP 極指定ケロス恋歌1974全身小説家 DVD が再リリース中です。はい、はい、今も、もちろん販売もありますし、はい、レンタルの方でも並んでますので、今日今話をしてくださった極指定ケロス その出産シーンも含めて見ていただけたらと思います。はい、はい、監督はおすすめの何かケロス以外に何か、あ、西原さん、何か。僕はまあ一番最初に見たのがさよなら CP なんですよ。あ、そうなんだ。でもそれは結構衝撃というか、だよね、あれだったんで一番シュールだからね、4つの中で、うん、なんか、はい、どれも素晴らしい僕の生まれですけど、はい、ぜひあの西原監督もおすすめのこの3本、はいはい、であの待たの日の地下の DVD も出てますんで、ぜひこの見てない人は特に見ていただけたらと思います。あ、もうサイン書かれましたでしょうか。まだその時勢の句が、まあ、もうちょっと考えていただく感じ、ね、はい、じゃあ次いきます。はい、はい、次、ドキュメンタリーの格闘技であるが、絶賛ちくま書房から発売中です。はい、今日ないね。あ、今日はあの、今あのワイプで出てますんで、はい、はい、絶賛発売中です。なんか、はい、あの本当にあの読んでる方が報復絶倒の、はい、はい、面白い本ですので、ぜひぜひ、はい、あの深作さんとか今村さん、大島さん、新藤さんの作品も合わせて読んでいただけると、はい、さらに面白いかなと思います。はい、はい、次ですね、はい、大阪シネヌーボーでですね、はいはい、特集上映、映画と憲法、九条で九条を考える、で、はい、雪行くて新軍が上映されます、はい、6月25日土曜日と、はい、6月27日月曜日、6月30日木曜日と上映がありますので、はい、ぜひぜひ、大阪にいらっしゃる方は、ぜひ見ていただければと思います。はい、はい、次ですね、はい、群像、今発売の群像6号、6月号でですね、随筆、はい、ガンジス元流、ガンジス元流、息子の霊と出会うを書いてらっしゃいます、はい、ぜひその、 あの書かれた時のお気持ちなど言っていただけたらと思います。はい、エッセイを書きました。なぜかエッセイを書きませんかって言われて、久しぶりに、死んじゃった息子のことについて、書いてみたいと思ったので、正直にその気持ちを書きました。はい、はい、ぜひ今発売中ですので、ぜひ、ご自読いただけたらと思います。はい、西原監督、サインの方はもう、あ、終わりました、はい、じゃあカメラの方、あちらの方のカメラに向けていただけますでしょうか。はい、はい、アップ、アップでお願いします。はい、読みますか。はい、何と書いていただけましたでしょうか。ピント合わせてください。まあ、シールズのコールなんですけど、言うことを聞かせる番だ俺たちがと。おお、なんか好きなんですよね。うん、まあそうだね、聞いてる人に、繰り返し言ってたね、聞いてる人に言ってる言葉でもあるし、うん、まあ、自分自身に言ってる言葉でもあるってことで、はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、でちょっとまだ原さんの告知まだありますので、はい、ですね、第9回修理大学国際映画祭で上映する映画作品を募集中です。そうです、締め切りが5月30日火曜日必着です。
締め切り迫る、生きたいように生きるをテーマにした作品であれば、うん、ジャンルは特に問いません、うん、はい、特別審査員は原和夫監督です。はい、はい、詳しく修了大学のホームページ見ていただけたらと思いますけど、はい、毎年作品本当にいい作品を皆さん選ぶのが大変なんです。はい、本当はねぶっちゃけて言うとね、選ぶほどたくさん作品が集まりゃいいんだけど、なかなか集まらない。で実はまあ、修了大学のメンバーが各大学の卒生を見にね実は回ってるわけ。ところがなかなかね修理大のその学生諸君もこの作品はっていうふうにね太鼓判を押してくんないんだよ。きっとレベルが高いんじゃないかって気がする、ハードルが。だからなかなかその眼鏡にかなう作品がない、かなり厳しいなんていうか、ハードルなんで、だからこそなんていうか、作品を応募してもらいたいと思うんだけど、なかなかね、まあ修理大学はマイナーだっていうふうに思ってるのかな、石本君。なかなか応募してもらえないんだけどさ、本当にでもさ、なんかそのマイナーだからじゃなくて、本当になんか映画を、なんかやっぱり映画って単に商品として、扱うようなとこじゃないじゃない。なんかやっぱり生き方の中で映画っていうのを位置づけてる人たちがやる映画祭なんで、そこで映画をまあ上映をして終わった後、そういう主催者といろんな話をするっていうことのためにね、ぜひ修理大に作品を出すという形で、トライしてみてほしいなというふうに私はそう思ってます。はい、我こそはと思う方はぜひ、はい、今作ってる人、ここが31日火曜日必着ですので、うん、今俺は作ってるぞっていう、言うこと聞かせる番だ俺たちはと思う人はぜひ募集をしてください。はい、次の告知です。はい、6月17日金曜日、東京 MX テレビ金八金曜8時はボイメントにゲスト出演、はい、原さんがします。はい、ボイメントって今人気のある男性アイドルグループなんですけれど、はい、彼らに原さんが映画について講義をしてます。はい、はい、講義ってプロテストじゃなくてレクチャーレクチャーですね。はい、はい、でも私も若いアイドルを、あの人って若くもないけどね、ちょっとまあ老けた、若いアイドル2人を相手に、老人アイドルである私がですね、いろいろと絡んで映画の面白みを語った、はい、そういう番組です。はい、ぜひ見てください。はい、で老人アイドル原和夫が出る出演作なんですが、今原さんが言いました、はい、7月9日放送グーグーだって猫である2第5話ワーワープライムで、はい、出演してます。はい、演出は犬戸維新監督です。役名はホームレスらしき男です。はい、ぜひ見てください。はい、で7月29日の公開のシンゴジラでは、はい、老生物学者で出てますので、はいはい、ぜひそちらも合わせてご覧ください。はい、それからですね、新作日本国センナーアスベスト村はですね、はい、前は渋谷の方ではまだ仮の会話バージョンだったんですが、はい、今現在編集中ですので年内公開予定なので、はい、皆さんちょっと待ってください。また告知はですね、最新情報は原和夫公式サイトで行いますので、原和夫公式サイトをご確認ください。すいません、シンゴジラの映像写真あったんだっけ。今出てます。出てる、はい、あ、これシンゴジラこれで主演男優賞は無理ですが、まあはい、気入れて演技やってます。はい、グーグーだって猫であるの映像出てますか。はい、出てますよ。はい、はいはい、こんな格好でやっております。はい、ホームレスらしき男です。はい、はいはいはい、それでは西原監督の告知の方をお願いいたします。はい、はいはい、どうぞ。ありがとうございます。私の自由について絶賛公開中でございます。はい、はいはい、東京はアップリンク、うん、で大阪第7芸術劇場、はい、京都立成シネマ、はい、神戸は今日で終わっちゃったんですけど、明日からは名古屋のシネマスコールさんでやってて、うん、早いね、1週間で、はい、まあ、その話だったんですけど、うん、はい、で私トークへ呼ばれてます。あ、まだ確定じゃないんですけど、はい、呼ばれないかもしれないわけ。そんなことはもう今日呼んでねって言ってください。今日終わった後、じゃあちょっと日程をその話で、最低30分作ってくださいって、20分なんてケチなこと言わんといてって、はい、お願いします。はい、はい、この私の自由については、はい、他にもっとまあ一応自主映画という形だと、そうです、もううちでもやりたいよっていう人が、そうなんです、そうなんです、うんうん、映画館以外にもですね、自主上映っていう形で受け付けてまして、参院選までに、まあ、7月の10日が今濃厚って言われてるんですけど、うんうん、参院選までに開催していただいたら、まあ、ディスカウントで上映料をやってます。ディスカウントで、それホームページ、公式のホームページから、申し込んでいただいて、受
けるんで、今全国でもう50件ぐらいやっていただいたの決まってるんで、はい、ぜひぜひ。もうそんなに決まってる。すごい、ありがたい。関心は高いね。ありがたいんですけど、ぜひぜひよろしくお願いします。スターティングオーバーは結局どうなるの？スターティングオーバーですね、映画祭は結構回らせてもらったんですけど、まだ一般公開できないんで、うん、まあ、1週間ぐらいどっかでレイトショーできたらいいなとは思ってるんですけど、はい、頑張ります。今日ね、スターティングオーバーのこの裏話というのが、はい、監督自身のお話もしていただいたので、はい、これを機会にね、スターティングオーバーの方も、ね、ぜひ興味を持っていただければと思いますので、はい、ぜひぜひ。あの、それはスターティングオーバーは配給制度を探してるってことですか？あ、探してます、探してます。もし興味がいる方いらっしゃったら、はい、サンプル送ります。決まってないんだ、はい、じゃあ私の自由についてを見て、で、青の構成を見て、スターティングオーバーに興味がある人は、まあ、あの、西原監督に直接連絡をすると。ぜひよろしくお願いします。はい、ぜひ合わせてよろしくお願いします、はい、そろそろあの締めの挨拶になりますので、はい、原監督から次回のご案内をお願いいたします、はいはい。次回はですね、実は坂本淳二監督が2回目ですからね、もう早くも同じ監督を2度、ここにゲストとして呼ぶと、いうことになります。団地という新作を、間もなく、公開されます。で、私はこれオリジナルって聞いてんだよね。オリジナルで、前の大鹿村創造記だっけ、これを見た時にね、なんていうか、もう職人芸っていう言葉を肯定的に我々は使うことがありますが、もう坂本淳二っていう人はですね、30本目か29作目かな、前はね、まあそんなもんだ。それでもう職人芸の域に達してるなっていう感じをちょっと持ったので、まだ、見てはいませんけど、あの団地はね、なんか聞くとすごい評判が良くて、もう紛れもなくなんか職人芸の域、職人芸ってつまり、国宝級ね、国宝級名人の賞を与えてもいいぐらいに、なんか実になんか映画作家としては成熟したその域に達してる、そういう映画のような印象を持っててですね、見るのがすごく楽しみなんですね。で、坂本淳二監督っていうのは実は私より年下ではありますが、すごく私は作家としてあのなんか惹かれております。いい作家なんだなっていうふうに、年上の私が彼からいろいろ学びたいというふうに思っております、はい、もちろん彼の作品にも役者として出してねっていうことは固く言っております。まあ、それはそれとして、はい、次回、団地を取り上げます、はい、6月24日金曜日にやりますので、うん、また告知を。前回はね、ジョーの明日の方でドキュメンタリーの話を中心だったんですが、うん、今度は劇映画の方でということなので、うん、はい、あの公開は団地の方6月4日なんですね。6月4日すぐだね。はい、すぐなんです。だからあの先に見ていただいて、6月なんかあのオリジナルでとても面白く、うん、なんか皆さん見た人はちょっと言えないみたいな内容らしいので、うんうん、6月よ、もう公開前にしちゃうとね、原さんが浜村淳並みにこうネタバレしちゃうとねあの坂本さんに悪いので、だいぶ6月24日にしてます。だから先に団地を見てからあのこのニコ生を見ていただくとネタバレもしやすいんじゃないかと思っています、はいはい、また10の質問前回しましたけど、坂本さんにどうしよう、今回は更新されてるかもしれないですよ。向こうが、向こうがまた同じ質問するの、10の、どれが更新されてるか聞きましょうはい、はい、って思います。はい、はい、今日西原監督、今日のご出演の感想などをお聞かせいただければ、そろそろフィナーレなんですが、はい、まあ、さっきも言いましたけど、原さんの作品はもちろんあの全部、学生時代に見せていただいてたんで、今日すごい緊張してたんですけど、いいそれ、はい、これあの本当に記念順に書いていただいた時、ええ、本当にすごい、あ、マジですかみたいな感じで、ええ、読むまではすごい緊張してたんですけど、で最初の方を読んで、あ、やばいと思ったんですけど、ええ、トータルではあのそうですよ、トータルとしてはすごく私が気に入った作品なんで、はいはい、ありがとうございます、はい、それがすごい嬉しかったので、今日も、はい、あのお話しさせていただいてすごい嬉しかったです、はい、なんか今後にこの経験を生かしていければと思っています。今後のご予定っていうのはそうですね、まあ、あのシリーズのことは撮影を続けつつ、まあ普段のテレビの仕事をやりながら、また新しい映画を撮る機会を、ね、チャンスを伺いつつっていう感じですかね、はい、あのテレビという場であなたに作らせようというそういう動きっていうかはあるの、人間関係は。あ、そうですね、まあ、あの前にいた会社の方とか、うん、まあ、つながりはいくつかあるんで、うん、いいね、幸せな状況だね私はなかなか仕事がなくて食えないんだけども、原さんにも幸せな状況を ね告知しておきましょう。あれ、 おこぼれをみたいな感じじゃないおこぼれじゃない、僕にもって、同情するのは仕事くれって
はい、はい、あれですよね本当に、はい、原さんも言うこと聞かせる番だ俺たちは、原さんが今度は、はいはいはい、原さんにも、原さんもどんどんいろんな新しいことに挑戦してますので、はい、ぜひ、大分アイドルも演じてますし、あ、大分アイドル、はい、はい、原さんは今日西原さんとお会いしてどうでしたか。いや、聞いたことに対して素直に答えてもらったからすごく気持ちいいんだよね、うん、これ変になんか言いよどまれるとさ、なんかちょっと悪いことしたような気になるじゃない。でもなんか全部なんかストレートにこう反応が来たので、実に私は今日は気持ちがいいです。ありがとうございました。 あとは役者として起用してもらえば感謝します。はい、じゃあお約束をしたということで、はいはい、じゃあもうそろそろ締めということで、はいはい、じゃあ原さんまた来週の告知というか、皆さんに今日見ていただいている方にご挨拶をして締めましょう。はい、今日はね、まだまだこの、ニコ生、シネマ塾始まったばっかりですが、実はこの場所と機材を提供していただいているひとひとという会社の皆さん方の、なんて言うんだろう、自分たちの仕事ある中でいろいろ力を貸していただいて、そして、これが実現しております。なかなか僕らもですね、実は持ち出しで頑張っております。そういうふうにその儲け仕事でやってるわけじゃありません。本当に映画が好きで映画のことを語りたいと思って始めたことです。今後いろんなゲストを呼ぼうと思っています。前回も言ったかもしれませんが、山田洋次とか吉永小百合とかいうあたりもぜひ呼んでみたいというふうに思っております。それから映画人だけじゃなくてですね、今回本当に言うとね、シールズの学生諸君も来てもらいたかった。でも忙しいんであまりそれは、まあ、非難はできませんけれどもね、そういう時々の政治状況とかいうことに関心があれば、それはその時にね、来ていただくというようなことも考えております。ということで皆さんよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。